セットまたはイヤホンのご利用をお願いしたいと思います。これによって、ノイズですとかハウリングなどの防止になりますのでお願いいたします。またですね、ご質問ご発言時以外は基本的にマイクをミュートにご設定ください。また発表者へのご質問等 ありましたら発表中で構いませんのでチャットの方にどんどん入力していただければと思います。で、発表後のブレイクアウトセッションで、そのお持ちのご質問をグループ内で話し合っていただいても結構ですし、そこで解決しなかった問題を、グループブレイクアウトセッション後に全体質疑の時間で、共有するという形も、予定しております。それでは、第一部を始めたいと思います。では私の方から第一部の、ゲスト紹介を簡単にさせていただきます。本日第一部のゲストは、佐久間史郎さんです。でご所属は、カンボジア日本人材開発センターで、現在国際交流基金の日本語専門家として、カンボジアの日本語教育に従事していらっしゃいます。で皆さんの佐久間さんについてはご存知の方も多いかと思うんですが、こちらの佐久間ログですねが有名でして、Google でも佐久間ログと入れていただければ一発で出てくると思います。でこちらの佐久間さん のブログの方にオンライン授業についてのいろいろ非常に役に立つ情報ですとかたくさん載っていますので、本日例会終了後ご興味のある方はぜひアクセスなさってみてください。はい、では、佐久間さんご発表の方をお願いできますでしょうか。はい、わかりました、はい、では画面を、共有停止します。はい、じゃあ共有しますね。はい、お願いします。はい、じゃあ皆さんこんにちは。ご紹介にありましたように、国際交流基金からの派遣で、すいません、カンボジアで働いてます佐久間と申します。あれちょっと待ってください。はい、すいません聞こえますか。はいはい、じゃあ始めます。はいはい、今日はね、晴れ舞台ということで、昨日髪を切ってきました。何人かの方に、すっきりしましたねって言われたんですけれども、なんかカンボジアに1年ぐらいいるんですけど、あまり何も聞かれないんですね。どういうことかっていうと、座ったら勝手に切って、はい終わりってなって、どういうふうにしますかって言われないんですけど、いつも大体同じような髪型になります。はい、まあどうでもいいですね。はい、じゃあ始めさせていただきます。はい、今日ですね話すことは、組織としてどのようにオンライン対応を行ったかということですけれども、1、授業以外のこと、授業のこと、その他周辺のことというように、3つに分けてお話しいたします。オンラインの、ね、授業のことっていうと、まあ、こういうツールを使ったら授業楽しくなるよとか、なんか、ね、こうやってビデオを撮ったらいいよみたいな話が多いですけれども、そういう話をですね期待されていた方には非常に申し訳ないんですけれども、今日の話はどちらかというと裏方的な側面ですね。皆さんが私たちが授業を始めるにあたって、オンライン授業を始めるにあたって、はい、じゃあ今日からオンライン授業を始めますというわけにはいきませんよね。その準備段階であるとか、その、ね、そういうことについて、私たちがどのようにやったかということをお話しさせていただきます。はい、でまずですね、私の所属機関についてちょっと簡単にご説明いたします。右の下の方にね写真がある、なかなかいいところなんですけれども、カンボジア日本人材開発センターといいまして、まあ、一応カンボジアの、ね、国立組織ですね。国立の組織で、日本語教育以外にもいろいろな事業を行っています。
ね、なんかビジネスとか、ね、なんかビジネス教室とかね、あと文化フェスティバルなんかも開いたりしていますけれども、まあ、でその一つとして日本語もやっているんですが、国立組織といいましても、まあ、イメージとしては語学スクール的な感じです。どういう意味かといいますと、まあ、大学とか高校とは違って、まあ、半年コースを設定大体しているんですけど、レベル別に、8レベルぐらいありまして、まあ、人によっては週2回とか週3回とかね、1コマ90分ですけど、それお金を払って、ね、半期分の、そのね、あのお金を払って、ね、受けて授業を受ける人がいます、ね、だからまあ中学生ぐらいのもいるし、あともあの社会人などもいます。まあ、若い人が中心ですけどね、大学生とかが中心ですけれども、まあね、はい、そういうことです。語学スクール的なところです。で、まあ、大体、ね、講師7名、事務スタッフ2名ぐらいいます。で、国際交流基金がサポートをしていますので、丸ごとを使用しています。はい、で今回は、4月の初めからオンライン授業の準備をしました。まあ、3月の終わりぐらいにですね、もう対面授業はダメと言われまして、で4月の初めから準備をして、5月4日1ヶ月ぐらい準備をして、新学期に臨みました。はい、まあね、そういう感じですね。はい、でですね、まず始まる前なんですけども、オンライン授業を始める前っていうのはもう本当にオフライン一辺倒で、オンラインと名の付くものは何もありませんでした。例えばですね、まあ、私の前いた大学なんかは授業はオフラインでやってましたけども、その大学のシステムとかで学生とは、ね、電子的になんか連絡を取るシステムがあったりとか、なんかそのブログ、クラスごとにブログを簡単に作れるようなサービスが、学内のシステムがあったんですけど、ここはもう本当何もないんですね。それで、皆さん、マインクラフトというゲームをご存知でしょうか。なんか何もないところからですね、ね、なんか道具を、ね、手に入れたり作ったり、ね、なんか混ぜたりしながらサバイバルをしていって、なんか大きい建物を作ったりとか、そういうできるゲームなんですけれども、本当なんか今考えてみるとマインクラフトだなという感じで、何もないところからオンラインの授業を作ったなという感じがしています。ただ何もなくはなかったんですね。一つだけありました。最初にね、一つだけアイテムがあって、 Facebook ページというのがありました。これは私たちの日本語コースで、まあ、宣伝をしたりね、 PR をしたり連絡をしたりするようなのをたまたま作ってまして、まあ、これだけが、まあ、唯一、ね、それオンラインのためのツールだったかなという感じがします。はい、まあ、とにかく何もないところから作り始めました。はい、じゃあここからですね、本番に入りますけれども、まず授業以外のことですね、はい、じゃあ今日から授業始まりますっていうところまでどうやって持っていったかということについてお話をします。はい、まずですね、私たちは、まあ、学期ごとに学生を集めなければいけません。もちろん続ける学生もいるんですけど、続ける学生にしても新たに登録をするので、とにかく学期ごとに学習者を集めます。でですね、これは、まあ、オフラインの時もオンラインの時も あんまり変わりはなかったというか同じですね。 Facebook、 先ほど お見せした Facebook ページで、はい、何月何日から授業始まりますよ、ね、皆さん登録してくださいねという情報をまず流しました。これはオフラインもオンラインも同じです。はい、で、次なんですけど、まあ、ここからちょっとオンラインとオフラインで勝手が違ってくるんですね。はい、学生の登録、オフラインでやっていた時はもう学生がその私たちの建物に来て、はい、じゃあ私これこの授業受けたいですって言って願書を出します。手渡しですね、オフラインの受付しかありません。で、それができないんですね。私たちはもう全然できなくなった。学生を建物に入れてもダメ、あと職員もみんな、在宅勤務になりましたので、それすらできないということで、オンライン受付を始めました。で、まあ、皆さんもしオンライン受付をするなら、まあ、どういうツールを使うかというと、まあ、こんな感じですよね。
私たちは、まあ、Google フォームと Google サイト を使いました。ちょっと見えますかね。今見えてますね。はい。これがまず授業を受けたいという人がまずこの Google サイトでこのね、に入ります。入ってそれでいろいろ細かいことをねここで確認します。どういうクラスが開かれてお金はいくらぐらいかかりますとかいうのをねここで確認して、はい、じゃあ私この授業を受けたいですっていう学生はここでクリックをしまして、ね、このように Google フォームに誘導するという形で、あとはここは、ね、もう普段通りですね、連絡先とかどのクラスを何時のクラスを選ぶかとか名前を変えたりしてで提出をすると、ね、登録完了ということになります。ちょっと戻りますね。はい、すいません。はい、ね、それで多分皆さんこう思った方もいらっしゃると思うんですけども、あれ別に Google フォーム1本でいけるんじゃないのって思った方も多分いらっしゃると思います。確かにそうです。技術的には Google サイトを通さなくてもいいんですけれども、ちょっと授業関連の説明っていうのが長くなって、ちゃんとしっかり読んでもらいたいなっていうのがのもありまして、あと私たちは把握してるんですけど学生は自分がどのクラスを受けるのかよく分かんないっていうケースがあって、その説明をしてなんか間違いを防ぐために、2段階にしました。 Google サイトでまずはちゃんと読んでもらってその後に Google フォームで登録をするという形にしました。はい、別に Google フォーム1本でも全然いけます。はい、じゃあこれで登録が終わった。そして次は支払いですね。支払いは、まあ、いつもなら、まあ、現金払いのみです。私たちはクレジットカードも使ってませんでした。で、その支払いっていうのは先ほどもしオフラインの場合だったら、ね、願書を出しますね。その時に一緒に当然お金を出します。でもそれができませんから、銀行送金をセッティングしました。まあ、これはですね、私たちの機関が付き合いのある銀行に掛け合ってですね、このための日本語コースのための新講座を設定してもらったという感じです、ね、私は何もやってないんですけれども、まあ、裏方のね事務職員がちょっと頑張ってやってくれました。でこれでお金は払えるようになった。で次です、支払い確認。うん、オフラインで、ね、支払いをする場合は特に確認というのは必要ないですよね。そこで願書を出してお金を確認して、はい、じゃああなた終わりましたねって言って領収書を上げて確認、それで終わりですからいいんですけれども、それがオンラインになりますと、確認を登録と支払いが別の過程にしましたので、この登録した人が本当にお金を払ったのかっていうのを確認しなければいけない。うん、で、私たちは先ほど申し上げました Facebook のページがあります。うん、でそこでこういうルールにしました。送金をした人はその送金証を Facebook ページのメッセージで、キャプチャーしたのを送ってくださいというふうにしました。で、じゃあメッセージが来たら私たちはその今送られたメッセージとあと登録された登録情報というのを照合しまして、はい、じゃああなたは、ね、登録完了、支払い完了ですというようなことをしました。これ一人一人やったんですけど本当に大変でした。でまた多分皆さんはじゃあ支払いと登録を一緒にすればよかったんじゃないのと思うと思います。つまりGoogle フォームで登録をするときに支払いが終わった人から登録すればよかったんじゃないかという意見もあると思うんですけど、確かにそれはその通りなんですけど、それは理由がありまして、登録を始めたときにはですねまだオフライン授業の可能性があるかなと思っていたんですね。私たちはでオフライン授業の場合とオンライン授業の場合と登録料、授業料がちょっと違うんですね。あと開講時間もちょっと違うんですね。なので登録時に
その時にお金を払ってもらうっていうのはできなかったんですね。だからちょっと面倒くさいけど登録を先にやって、それから後でオンライン授業に同意してくれた人だけお金を払ってくださいというシステムにしたので、この辺はちょっと、効率的にはなりませんでした。もし初めからオンライン授業1本でやるって決めていれば、登録はお金を払った人から登録できるというようにしていれば、この今、何ですか、登録証も Google フォームと一緒に送ってもらえばよかったので、もうちょっと楽になったかなと思います。はいはい。でその次ですね、またこれも面倒くさかったんですけど、各クラスへの振り分け、これどういうことかって言いますと、あのオフラインで授業する場合には、もう開講日に来てもらって、はい、じゃああなたこのクラスはこのクラス教室ですよっていうふうに自分のクラスに行ってもらえれば、まあ、そこに先生がいていろいろ話してもらえるんですけど、オンライン教室になると まずオンラインの物理的なクラスというのがありません。だからそれをあの連絡事とかですね、授業外以外の連絡とか、まずどこに行けばいいかは分からないので、オンラインクラスでどこに接続せばいいか分からないとか、そういうのもありますので、クラスごとにグループを作ることにしました。それで Facebook グループにを学生をそれぞれ、自分 の申請したクラスに振り分けるんですけど、これも非常に大変で、まあ、支払いを確認した学生を、はい、じゃああなたは登録も支払いも終わりましたということを確認した後で、 Facebook この Facebook ページのメッセージで、ここですね、今あなたはこのクラス、エレメンタリーのクラスですから、この Facebook グループに登録してくださいねってメッセージを送って、そして学生本人がはい分かりましたと言って、そのグループに申請をすると晴れてその各クラスのグループに入れるということになります。で、一つここで誤算があったんですけど、私は Facebook グループも友達じゃない人も勝手に追加できると思ってたんですね。だけど Facebook グループって友達じゃない人は勝手に追加できないんですね。だからFacebook ページでメッセージのやり取りをしているからといって、私が Facebook グループに勝手に振り分けることはできない。だから申請、 Facebook グループへの申請手続きっていうのは本人が必ずやってくれないといけなかったんですね。だから非常に大変でした。はいね、結局ですね、オフラインでは500人ぐらいの学生がだいたい学期ごとにいるんですけども、最終的に200人ぐらいになりました。オンラインクラスになって、それを11のクラスに振り分けました、ね。はい、さあそれでですね、じゃあ今この時点で支払い、登録支払いが終わって、それぞれの学生は自分たちの受ける Facebook グループに入っているという状態です。でそこでたくさん質問が来るんですね。あのオンラインクラスっていうけどどうやって授業するんですか、どこに接続すればいいんですかっていうのが、たくさん質問が来るので、説明動画を作成して配布しました。今多分音声は共有聞こえないと思いますが、こういうようなね、なんかまあこんな感じで、私たちは、こう何を使って Zoom を使って授業をやります、そして授業の前にこういう連絡をしますのでというように、どうやって、オンラインクラスをね実際に受けるかっていうのを動画を作って各グループで配布したということです。はい、でここまででですね、コース開始前のセッティングが全て終わったということです。ここまでは事務型の仕事ですね。今まで説明したのは事務型の仕事、つまり学生を募集して登録させてお金の支払いを確認して、それぞれのクラスに値する、Facebook グループに振り分けた、ここまでで授業のやり方を説明したというのが、これまでの説明したことです。はい、そしてここからですね、ここからが、講師とか先生ですね、授業ある人の仕事になります。はい、じゃあ授業のことですね。はい
はい、ね、まずですね、私たちの先生7人ぐらいいるんですけれども、私は Zoom を使いました。ですが、Zoom を1回も使ったことないという人もいますし、もちろん Zoom 何回も使ったことあるという人もいますけれども、とにかく、まだ全員が授業できるレベルになかったので、まず操作練習会をしました。で、これはですね、実は私のミッションの中にはカンボジアの日本語教育の活性化みたいのもありまして、一般向けに研修会を開いたんですね。それで、そこに所属機関の講師にも皆さんも来てくださいと言って、練習会を行いました。で、練習会といいましても Zoom で何ができるかというのを、まあ、ちょっと知ってもらった、そのぐらいです。なのでこれを1回受けたからといってね、授業がね、うまくできるというわけではありません。ですから次にやったのが、ね、模擬授業です。模擬授業、ひたすら模擬授業をやりました。7人先生がいて、その先生結果的に1人2回やりましたんで14回みんな集まって授業をやりました。1人の先生が先生役で、あとは、ね、生徒役みたいな感じでやりました。で、まあ、それすごい結果的にこれが良かったですね。そうやって自然操作する中で、音聞こえてないですよとかね、画面見えてないですよとかね、そういうことをね確認しながら、あとじゃあここで宿題を出しますとかって言ったら、その宿題をどうやって確認するんですか、オンラインだったらちょっと難しいですよねみたいなので、お互いに模擬授業をしながら、やり方をちょっと確認していった、ね、やり方に習熟していったということです。これがとても良かったと思います。はい、でそれで、まあ、授業準備は各講師の先生に任せました。それで最後にはオリエンテーションを行いました。それは学生に対するオリエンテーションですね。普通の授業の時は最初の開講日に教室に来てもらって、なんかこの授業は、ね、こういう授業ですよ、こういうふうに評価しますよ、ね、というようなことを話しますけれども、今回はちょっとですね、初回の授業の前の日に一度開くことにしました。ね、というのはですね、コース開始後にもたつく学生を減らすってありますけれども、私たちは一つの授業、例えば月水金であったら月水金先生が違うんですね。チームティーチングみたいのをやってまして、だいたいその守るべき進度というのが決まっています。だからちょっと遅れちゃうとリカバーするのがめんどくさいので、できれば進度は決められた進度は守りたいというのがありました。だから最初の日に、先生すいません音聞こえませんとか、あれこれどうやってやるんですか、そもそも、Zoom に入れませんみたいな人が出ることが予想されたので、これは進度とは関係ない時にちょっと一回開くことにしました。はい、まあ、講師型の、そうですね、講師の先生の準備というのは、まあ、このぐらいですね。はい、そしていざ開講へというふうになりました。はい、もうちょっと続きます、すいませんね。はい、はい、で、まあ、それで一応授業はできることにはなりますが、その他周辺のことをいくつかお話しします。最後にですね、はい、資料の一本化というのをしました。これどういうことかと言いますと、私たちオフラインで授業をやっている時はみんなで見る書類とかファイルとかって、オフラインのこの実際教務室にある棚とかですね、あと職場にサーバーがあるのでこの中にファイルが入っていったりといたりとかして、いろいろ分散されているわけですね。例えば各クラスの出席簿はこの本棚の中にあったり、で授業の資料はサーバーの中にあったり、でオフラインで授業しているときは、まあ、ちょっとね、教務室ちょっと棚の方まで行って見たりするだけなのでそんなに手間にならないんですけど、さすがにオンラインで授業をするということになると大変になる、ね、そもそも講師の先生たちみんな自宅から授業をやったり、そういうような状況ですから、簡単に書類を手渡したりというのができなくなります。なのでもうこれはもう皆さんも考えることですけど、 Google ドキュメントを使って
いました。で、今この右下に出ているのが、これは本当のもちろんドキュメントじゃないですけど、それ、まあ、限りなく似ているものをダミーで作りました。 All about online class というふうに銘を打って、もう今学期の授業のことはもう全部ここにあるよというようなものを作ったんですね、うん、例えばじゃあ先ほども言いましたチームティーチングですけども、あ、私次の来週どんな予定だっけって時はこのティーチングスケジュールっていうところをクリックしたら他のファイルに飛んで、見ることができます、スケジュールを。で、あれ、この授業のシラバスどうなってるんだっけ、ここをクリックしたら見ることができます、ね、だからそういうふうに、あと、あれ、ミーティング ID このクラスは何使うんだっけというように、とにかく業務に関わる全てがここに入っているというようにしたんですね。あとビデオもとかもね、いろいろ巧みにというか、まあ、自分で言ってもあの、ね、入れたりして、ね、Zoom の使い方とかまだ慣れないうちは、ね、こうやってやってくださいよというのを全部リンクで飛ばすようにしたんですね、はい、で結果的にですね、これは非常に便利だなと思いました、うん、とにかくですね、この1枚 All About Online Class のこのドキュメントの URL さえ忘れなければ全部そこから飛べるわけですね、うん、だから非常に便利なので、これは授業がこの仮にオンラインの授業が終わったとしてもこういうのは続けたいなと思いました。で、ね、ここにもありますけど変更があるごとに更新できますから、ね、非常に便利です、はい、あと授業の流れなんですけど、だいたい私たちは90分の授業なんですけども、まあ、夜だったら6時からあります。で、これはもうこれもダミーですけど、学生には授業時間前に Facebook グループに指示を投稿します。例えばじゃあ今日6時から授業ありますっていう時は5時とか5時半ぐらいに毎回そのグループに、はい、こうやって投稿するんですね。で、指示を出すわけです、まず最初にこのビデオを見てくださいとかね、でビデオを見た後は、ね、こうね、Zoom に何時に接続してくださいというようなね、このような指示を毎回授業の前に送りましょうということにしました、はい、で、これちょっと残念なんですけど、私はこれを模擬授業をやったんですけども、あんまり講師の先生には理解されませんでした。あ、というのはこの非同期部分ですね、動画配信をちょっとやったらいいんじゃないかっていうのは、中にはそれをいいと言ってやってくれている先生もいますが、大体はもう全部 Zoom で同期だけでやりましょうっていう人が多いです。まあでもそれはですね、もう先生の考え方とかね、あのね、スタイルなので、まあ、それは強制はせず、まずとりあえずこういう提案をしました、はい、やってくれてる先生もいます、はい、あと細かいこといくつかお話しします。私たち Zoom を使っているんですけど、ホストキーですね、ホストキーを使って授業をしています。というのはですね、私たち11の授業があるんですけれども、同時間に最大で3つ授業があるんですね、別の授業が同じ時間に。ということで、有料アカウント3つ持っています、うん、で、毎日先生変わりますね、そのアカウント。だから、毎回、最初は毎回ログインしようっていうふうにしたんですけども、これはちょっと大変だということになりまして、ホストキーを利用することにしました。まあ、ご存じない方は後で、ね、検索してもらえばいいと思うんですけれども、まあアカウントにログインしなくてもホストキーさえ知っていればホストになれるということで、うん、このやり方はとっても複数のアカウントを複数以上の人で回すときは便利だなと思いました、はいはい、あとセキュリティですね。まあ、Zoom は結構いろいろ言われました。そして私の派遣元である国際交流基金も非推奨です、 Zoom は。ですが、どうしても使わなければならない場合は、ね、なんかこういうの守りなさいみたいな、ルールみたいのがありまして、私たちは
ちゃんとそれにのっとって運用を進めております。まあ、いろいろなチェックポイントがあって長くなるんですけど、まあ、最新版を使用するとか待機室を利用するとかですね、そういうチェックポイントは私たちも講師間で共有し、かつ授業開講前にはセキュリティ教育を実施して、こういうことになった場合にはこういうふうにしようみたいな練習も何回か行いました。で、今のところ特に問題は起こっていません。今授業が始まって1月半ぐらい経ちましたけれども、特に問題は起きていません。はい。あと2人体制っていうのは、やっぱり私たち初めての経験なんで、トラブルに備えて最初は、2人で授業に入りましょうということにしました。で、本当はもうちょっと長く続けるつもりだったんですが、皆さん講師の先生も、ね、いっぱい練習もしてますんで、もう1週間ぐらいやればもう1人で大丈夫ということで、1週間以降は、1人でやるようになりました。これも特に問題は今起きてないみたいです。はい。あと環境満足度調査ですね。普通は授業が終わった後に、だから学期が終わった後に、まあ、満足度調査みたいなのをしてるんですけど、今回は初めての試みなので開講後2週間後の時点で、環境などについてどう思っているかを聞くのをやっぱり Google フォームを使って、行いました。はい。でいろいろ聞いたんですけれども、まあ、ざっくりいろいろあった意見の中では、普通のオフラインの授業よりも授業の進み方が早いんじゃないかっていう意見がちょっと多かったような気がします。うん。あとこれも意外だったんですけど、他の学習者の騒音が気になるっていうのが、結構ありました。というのは私の経験から言いますと、カンボジアの人は騒音に強いと思うんですね。夜中とか平気でカラオケとかやってるんで、ね、日本だったら警察沙汰になりそうなのにすごいなと思ってたんですけれどもだから騒音とかあんまり気にならないのかなと思ってたんですけど、実際学習者に聞いてみると、あ、他の学生ミュートにしてない学生がなんか風の音がうるさいですみたいな話があったので、これは積極的に注意することにしました。はい。はい。というわけでですね、今日お話ししたことはこういうことです。組織としてどのようにオンライン対応を行ったか、裏方的側面について、お話しさせていただきました。ね、今日話したことがここに全部書いてます。で、私のやったことが一番いいですよ、最良ですよというわけではありません。ただ、ね、ちょっとこういう、ね、実践から、あ、私はじゃあこうしようということを考えてもらえればいいかなと思います。はい。あとですね、最後に一言なんですけれども、大変だったのはですね、オンラインとオフラインの両方の可能性を残しながら準備を進めるというのは大変でした。というのも私先ほど申しましたが、カンボジアはあんまり患者が出てないんで、オフラインでも授業できるんじゃないか、政府が許してくれるんじゃないかっていうのをね、期待していたんですね、準備を進めながらも。オンラインの、まあ、それは全く今も開講して今もダメなので、それはもうできないんですけれども、まあ、その両方の可能性を考えながらやるっていうのが大変だったので、やるときはなんか腹くくって一本でやった方が楽なんだろうなっていうことを思いました。はい。はい。あとですね、まあ、先ほど紹介していただきましたけれども、今日の発表はですね、私がブログに上げたものを中心に書いていますので、もし詳しいことを知りたい方はご覧になってください。あとこのスライドはですね、共有していただけるそうなので、この Google ドキュメ、スライドそのまま共有、ね、共有してもらいます。これ全部リンクに飛べるようになってますので、これクリックすると、ね、見ていただければなと思います。はい。じゃあ、30分ちょっとオーバーしましたけど、すいません。私の話はここまでにさせていただきます。どうもありがとうございました。はい、佐久間さんありがとうございました。本当に何もない Facebook ページしかなかったという状態から、どのようにしてその組織としてオンライン授業の対応を進めていったかというところを本当時系列でお話しくださいました。で、佐久間さんご発表中にですね、
何人かの方からご質問をいただいてますので、まずちょっとこの質問について先にざっと見てから、ブレイクアウトセッションに入りたいと思います。でまずいただいているご質問として1つ目、カンボジアの学習者の ICT スキルやオンライン授業のために使用しているデバイスについて教えてくださいということです。いかがでしょうか。IT リテラシーについては、まあそんなに高いとも言えないんじゃないかなと思います。でデバイスっていうのは学生が何を使ってるかっていうことですよね。はい、おそらくそうだと思います。うん、授業のために使用しているデバイス、確か調査したときに6割ぐらいはスマホでした。うん、はい、うん、そうするとスマートフォンであることによるこうなんかオンライン授業で困ったこととか、あ、これ失敗したなっていうこととか何かありましたか。なんかよくオンライン授業はオフラインをそのままオンラインに移すだけじゃないっていうの話がありまして、それは本当すごくそう思うんですけど、私たちの場合はとりあえずオフラインでやったことをオンラインに移せればそれでいいんじゃないかぐらいな、あんまり高いものを求めてないレベルなので、いろいろ駆使したりっていうのはあんまりやんないようにしてるんですね。ですので特に学生がそのスマホしか持ってないということで何か不利益になるってもありませんし、まあ、基本的に語学スクールですから、なんか単位を取るためにね、何かやんなきゃいけないってものはありませんので、特に問題は出ていません。はい、はい、分かりました。ではあとデバイスの問題以外で学習者にオンライン授業に参加してもらうにあたって対応に困ったことなどありましたかというご質問もあります。結構こっちなんていうかな、案内が通じてない場合が多いって言いますかまあこれはオンラインの日にこ限らないと思うんですけど、こっちはもう何回もズーム使いますよズーム使いますよとか言っても全然聞いてないとか、そういうことがあるんで、もうそういういろんな案内っていうのはくどいぐらいやった方がいいんじゃないかなっていう思ってます。はい、はい、ありがとうございます。また他の方からも他のご質問をいくつかいただいてるんですが、Google ドキュメンツに入れて共有するとちょっと不慣れな先生がうっかり書き換えてしまったり削除してしまうのではないかという心配があるのですが、この点いかがでしょうかということです。閲覧のみにしてますので、基本的に触るのは私だけなんで、書き換えるってできませんよね、閲覧のみにしてればね。そうですね、はい、そうですね、はい、なるほど、はい、分かりました。あとはですね、別の質問で講師の先生の多くが全部 Zoom で同期で授業をやりましょうというのは、うん、どのような理由からだと考えられそうでしょうか。まあ推測でしかないんですけど、なんか私から見るとビデオを撮った方が楽だと思うんですが、なんか面倒くさいって思うのかもしれませんね、そのビデオを撮るっていうことが。だからズーム、つまりオフラインでやってることをそのままオンラインで置き換えるということで言えばね、ビデオを撮ったりしなくてただずっとねリアルタイムでやるわけですよね。それをただ置き換えるということでやってるのでそうなんだと思います。ただやっぱり、いろいろ勉強、でもいろいろ試したい人はいろんなことをやってますね。ビデオ最初見てください、反転授業みたいなこととかね、はいはい、確かにその同期の授業とオンデマンド用の動画と両方の準備をするというのはその先生にものすごく負担になるというのは確かありますね。では、ご発表の中で最初は先生2人体制で授業に臨んだということなんですけど、その場合人件費は2倍かかったんですかというご質問です。いえ、そもそもですね、先生はみんな月収制といいますか正職員なので給料は変わりません。でしかもオンラインになったことによってオフラインの時よりも授業が減っていますんで、その辺は多分理解していただいていると思います。ただ実は本当は非常勤の先生もいたんですけど、今回非常勤の先生にはお願いしてないんですね。非常勤の先生に頼むとさすがにやっぱり2倍かかるでしょうね。
はい、その間非常勤の先生は、まあ、変な話お仕事がちょっと休業状態、そうですね、それ申し訳ないですけどね、はい、分かりました。あとは別の方からの質問で、テキスト丸ごとの配布はどのようにされましたかということです。お、いいところをついてきましたねわざと言わなかったですね、あんま非公式に、まあ、ちょっと来てくださいみたいなことを言いまして結局は来てもらいました。だから、結局来てもらいましたね、うん、最後は、うん、受け取りに来てください、うん、ただ、地方にいるっていう学生がいて、その人たちは確か今あの見られますよね、オンラインでね、6月末まで、うんうん、それを見てくださいというふうにしています、うん、はい、そうですね、今あの丸ごとの、初中級までですかねのテキストは確か今月末まで、うん、あの出版社さんのウェブサイトで見られるようになってます。ではちょっと今すべてのご質問、見ていく時間がないのでいくつかピックアップしますけれども、評価テストなどは今後どのようにするか、現時点での計画などはありますか。あります、テストは筆記テストと会話テストをやってますけど、会話テストは普通に Zoom を使ってやります。で筆記テストは Google フォームでやります、うん、で先ほども言いましたけども、私たちはもうなんか単位を出すとかそういうようなシステムではないので、あんまりカンニングとかっていうのは気にせずに、やるつもりです。はい、それから今後もしその休校措置が解除された後もオンラインで参加したい、例えば地方の方、学生とかですね、学習者がいた場合対応する可能性はありますでしょうかというご質問もあります。個人としてはやりたいと思っています、うんうん、ですけど、まあね、あの私一人のあれではあれですけれども、うん、まあ、今後このオンライン講座っていうのもあのレギュラーコースに加えたいなとは思ってます、はい、分かりました。それから、まあ、事前に、Facebook やその動画などを見てこない人にはどのように対応されたのでしょうかというご質問もありますが、いかがでしょうか。ですね、学生がじゃあ例えば6時からの授業で6時に来ますよね。でそこで何々さん見ましたかって聞きます。見てない学生は今見てくださいって言います、うん、で、じゃあその動画が10分ぐらいあった場合に、その10分は見た学生も来るわけですね。見た学生にはその Zoom の中でのなんか活動を準備して、その全員が見るのを待つという感じですね、うん、いわゆる動画見てこなかった問題ですね、うん、そうですね、うん、はい、見てこなかった学生にはその場で見てもらって、で、うんうんうん、その見てもらってる間、逆に見てきた学生がその時間を無駄にしないように、そうですね、なんか別の活動をさせて、そうですね、例えばそうすることによって見てこなかった学生が、あ、見てこないとこうなっちゃうんだみたいな、うんうん、うん、そうですね、うん、はい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 、わかりました。非同期を取り入れる教師とそうでない教師がいた場合、授業時間も変更なさいましたかというご質問もありますが、あのですね、これは授業時間は守ろうという話を最初にしていたんですね、うん、決められた時間、まあ、大体90分ですけど、90分の中で収まるようにしましょうと、うんうん、そうですね、あんまり長くならないようにということは言ってます、はい、分かりました。じゃあちょっと最後の一点にします。オフラインに比べて学習者が減ったそうですが、オフラインにすることでこれまでにいなかった層、例えば地方の学生とかが増えたといった現象はありましたでしょうか。数字的には分かりませんが、実際、今地方に、日本にいる学生も受けたりしてるんですね、うん、日本にいるカンボジア人とかね、そうですね、だからそういう、あとはどこにいますかって聞いたら、もう田舎にいますっていう人もいますので、うん、増えたかどうかは分かりませんが、まあ、いますね、やっぱりそう、今までオフラインでだったら取り込めなかった層を取り込めてるっていうのはあると思います。うん、ありました。逆にそのオンラインになってしまったことによって、自宅にこうインターネット十分な環境がないですとか、
そういった理由で登録できなかったという学生も結構いたんでしょうか。まあ、そこまで把握できてないですけど、まあ、要件を満たした学生のみがあの、ね、受付をしているはずなので多分いると思います、そういう人も、うん、特に若い層とかですね、はい、うん、いるとは思います。はい、はい、ありがとうございます。ではですね、このあと、4,5 人のグループに分かれて参加者同士の皆様で、意見交換、情報交換のお時間を、15分ほど取りたいと思います。でちょっともう一度スライドを共有させてください。はい、グループ内意見情報交換ということで、今からですね、あの1グループだいたい 4,5 人ぐらいのブレイクアウトセッションを15分ほど設けたいと思います。で、初めてお顔を合わせる方がほとんどだと思いますので、まずはグループ内であの自己紹介を簡単にしていただければと思います。そして、グループの中で例えばそのオンライン授業でですね、皆様があの普段されているオンライン授業で苦戦していることであるとか、あとはまあ Zoom の使い方ですとか、まあ、その他オンライン授業で使えるような、まあ、アプリなどの情報交換、あとは、まあ、佐久間さんに他あのお聞きしたいことなどが、ありましたらグループ内でちょっとお話しいただいて、でもしかしたら例えば苦戦していることなどはあのグループ内の方が何か解決策やいいアイデアを持っているかもしれません。でグループ内で、解決すればそれはそれで OK だと思いますが、もしその15分グループ内で解決しなかったものが何かありましたら、一つ、ピックアップしていただいて、ブレイクアウトセッション後にですね、もう一度全体での質疑応答のお時間を、5時20分まで、取りたいと思います。今55分ですよね。じゃあちょっとブレイクアウトセッション時間10分にしたいと思います。であとはあの顔出しがまずい方はあのカメラをオフにして参加してください。それからこのセッションですけれども、あのワークショップではありませんので、まあ、極端に言うとあのグループになった方と雑談で終わっても別に構いません。で特にあの質問をこう無理くり練らなくちゃいけないとかそういうこともありませんので、本当に気軽に、あのなかなかこういう機会でないと普段あの面識のない日本語教師の方とお話しする機会もなかなかないと思いますので、まあ、本当に気軽にお話をする時間にしていただいて、でもし何かグループ内で解決しなかったものがあればあのまた全体戻ったときに、質問のタイムを設けたいと思います。ではちょっと共有を停止しまして、それでは、ホストの村上さんお手数ですが、はい、はいはい、今あの、はい、ブレイクアウト開きます。はい、はい、お願いします。順番にですね、あの、画面にあのその招待状みたいなのが届きますので、参加もしくはジョインを押してください。で1分ぐらい経ってもあのそのインビテーションが出ない場合は一旦ズームから出てもう一度入り直していただけると多分現れるんじゃないかと思います。あ、すいません、あの、はい、僕も入ってもいいんですけど、入るとなんかこういう場合になんか、はい、自由に話ができないっていうのがあるんで入んないことにします。はい、ね、結局なんか持ち上げられて終わりっていうのはあまり意味ないんで。了解です。質問がかなりいろいろいただいてまして、ね、ちょっとこれ保存しておきますので、はいはい、後であのまあ質問をちょっとまとめるので、回答を質問あの
対応できなかった分については回答を、はいはい、構いません、はい、送りたいと思います、はい、じゃあちょっと僕はいくつか部屋を回ってみますね、はい、はい、ありがとうございます。僕がいない間のこの部屋はあの録音されませんから、はい、わかりました。もしあなんか話がかかりましたらそちらへ、はい、その間にじゃあちょっと行ってみますね。じゃあもう1からすみません。あ、はい、こんにちは。あの、私はまだ部屋に送られないんでしょうかね。あれ、割り当てられてないのかな。あ、ね、あ、でもあれ、コップアップ出てきてないですか。紹介してます。はい、出てきてないです。出てきてない、はい、ホストじゃないと送れない。そうです、ね、黒田さんはホストじゃないですもんね。そうだ、あ、今日村上さんが もしかしたらあれですか、あの、今携帯からなんですけど、それはスマホでも大丈夫ですか。あ、はい、スマホでもあの大丈夫できます、はい。あ、そうですか。あ、じゃあ村上さんがいるときに言えばよかったですけど。すいません。いえいえいえ、すいません、いえいえ。じゃあ佐久間さんとお話をしてよ、うん、ぜひぜひ皆さん。そうですね、うん、小島さん、あの、さ、あ、すいません、全然違う話だけど、いえいえ、どうですか、あちらの方の、いえいえいえ、あちらの方の準備は。あちらの方の準備は、ま、すいません、まだ 何もしてないです。あ、どうぞ、分かりました。はい、すいません。じゃあ、あんまり早くミーティングしてもしょうがないですよね、はい。そうですね、ちょっと、うん、この6月中、7月の第1週までが、こっちで今、彩りの講座と丸ごとの講座のオンラインで、うん、私週3コマ今持ってるんですね、うん、お、結構大変だ、うん、そうですね、で、私もオンラインそんなに慣れてはいないので、ちょっと今月から、はい、7月の第1週までちょっと、はい、それで終わってしまいそうです。わかりました、すいません。お話し中すいません。あ、どうぞ。私ブレイクアウトセッションの4に行くはずだったんですけど、途中でちょっとトラブルみたいだったみたいなんですけど、もう一回行かせていただけますか。おー、そっか、ホストがいないんですよ。そうですね、村上さんにそのメインルームに残っていただくべきでしたね。どうしよう、見て話しましょうね、ここで、うん、ここで。じゃあすみません、お邪魔します、うん、はい、はじめまして。はじめまして、福池さん、はい、はい、あ、今どちらにいらっしゃるんですか。今関西外国語大学っていう大学に。おー、はい、関西外国語大学、うん。授業はオンラインですか。あ、そうですね、あの、アメリカのスケジュールなので。ああ、が楽器の真ん中辺で、そこから急にオンラインになって。ああ、前半合ってたんですけど、後半から急に、あの、なんていうか、突然来週金曜日授業終わって、来週の月曜日からじゃあちょっと2週間休みですみたいな感じになって、それっきり会えずに学生はみんな帰っちゃいました。帰っちゃいましたっていうことは、もう学期が終わったっていうのもあるし、途中でもう国から帰ってきなさいって言われて。ああ、なるほど。ああ、そりゃそうですよね。次は9月から始まるんですか。次は9月からで、多分またオンラインで始まると思いますけど、次はもう一回も会えない状態で、まあ、まさにそのさっき話してくださったみたいな感じで、初めまして、じゃあオンラインでってなるんで、どうしたらいいかなと思って緊張してます。ねえ、本当に。なんかあの、Facebook とかやりたくないっていう人はいなかったんですよね。カンボジアの場合は、もう、あんまりそういうのないんですね。うん。なんか、日本人だったら多いじゃないですか。あ、まず、Facebook はかなり普及していますし、うん。そういう人はいない。あ、村上さん戻ってきた。あ、ミュートになってます。あ、今、こちらにいらっしゃる方は動けないんですか。
小池さんはなんかポップアップが招待のポップアップがなんか出てないみたいで、ああそうそうか、ポップアップ出て押したら、はいはい、小池さんじゃないや、出てしまったので4に行くはずだったんですけど、あ4に行くはずだった、福池さんですね、はい、じゃあちょっともう一回そちらにしましょうね、ちょっと待ってね、あ皆さんありがとうございます、あ、はい、もともと浩二さんが割り当てられてなかったのかな、はい、そうですね、私もあのお話の途中ちょっと一回落ちちゃったのでそのせいです、ね、ああなるほどね、ダメだったかもしれない、ね、はいはい、人数少ないところとか、はい、いいですか、あ、ちょっと待ってください、でも人数がよくわかんない、21個かな、はい、じゃちょっととりあえず21というところにアサインしました、はいはいはい、大丈夫かな、はい、10分ですよね、ってことはあと4分ぐらいですよね、きっとね。はい。じゃあ、ちょっと僕からもう一回、戻って、向こうに戻っております。すいません。あれ、あ、ビームさんは入らなくていいんですかね、大丈夫かな。あ、どうなんだろう。ビームさん。いないのかな、あ、ビームさん、まあ、そこそこ、わかりました。はい。じゃあ、とりあえず僕は1にもう一回行ってみます。はい。はい、あ、こんにちは、ビームさんの第2部のゲストの方ですよね、うん、ビーム先生すごい楽しみにしてます、うんうん、緊張してます大丈夫ですよあ、こんにちは、聞こえますよね、はい、はい、よく聞こえますよ、なんかすごいマイクですね、そんなのが欲しいな、うん、第2部から参加の人も結構います、うんうん、そうですね、うんうん、ドキドキですもうそろそろ終わりな感じですか？そうですね、あと3分ぐらいかな、じゃあ5時10分までにはセッション終わるはずです、で、まあ、残り10分ぐらいでまた全体で何か質問が出ればって感じですね、まあ、いい感じですね、はい、うん、タコマさんの発表がぴったりでした、うん、ちょっと気を使いましたありがとうございますまた新たに2人参加のお申し込みが来てますね。間に合うかな。とメールを送っておきます。50人以上今回お申し込みがありましたね。普通は、オフラインで何人ぐらいいらっしゃるんですか？オフラインだと本当に申し込み者は、うん、会場に来る人は数人数人、はい、はいはい、で YouTube でやってますもんね、うん、はいはい、で同時ライブ配信もしてたんですけど、はい、それでライブで見てる人が数十人って感じですね。ああ、
ちょっとこんな人数は本当に学会始まっ学会史上初だと思います。よかったよかった。あ、ね、深澤さんもいい。あ、深澤さん頑張って。黒田さん、あ、ビデオ消します。そう、帰ってきたらみんなビデオがついてるっていう。佐久間先生ありがとうございます。楽しかったです。あ、どうも、よくわかりました。ご苦労のですが。あ、それそうですか。それはよかったです。気をつけて頑張ってください。あ、はいはい、ありがとうございます。いつもブログ楽しみにしてます。、どうもありがとうございます。はい、Google のテストのやり方がまだ今時時わかんなくて、いまいちどういうふうに組み込んでいくんだろうと思ってるんですけど、うん、さっき村上先生が入れてくださったように、アドレスを入れて、それを学生たちがやってる最中にクリックしてテストするっていう感じですか？うん、私が考えてるのはもうその何時から何時までに月にアクセスしてやって提出してくださいっていうことなので。うんうん、なるほどね、はい、うんうんうん、授業の後にその時間を。そうですね、うん、あ、うんうん、なるほどね、うん、よくわかりました。いろいろ本当参考になりました。はい、いえいえ、若いです。若いです、とても。はい、カンボジアスタイルなんでね。いや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 、カンボジアカットです。ルックスベリーヤングですよ。すごいです。はい、ありがとうございました。はい、皆さんお帰りなさい。グループでのお話し合いいかがでしたでしょうか。まあ、なんかこういうのって本当オンラインだからこそできることで、対面だとなかなかその面識のない、しかも距離のある人とお話しするってことがないですので、少しでもこう皆さんのいい機会になったらなと思います。で、もし、まあ休憩時間まであと10分ぐらいお時間あるんですけれども、そのグループでお話し合った中で、もしちょっとこれは佐久間さんに聞いてみたいなとか、あとは今日今ここに100人ぐらいの方が先生がいらっしゃるので、参加者の方皆さんにこうちょっと聞いてみたい質問とか、まあ、コメントでもいいです。質問コメントなどありましたら、あとまあ、ね、あ、じゃあうちのグループで福井先生がちょっとお話、はい、質問があるそうなので、はい、いいですか。じゃあよろしくお願いします。あ、はじめまして、関西の私立大学で教えてます、福井と申します。あ、福井さん、すみません、ちょっと声が小さいですね。聞こえるんですけど、ちょっと小さいかな。聞こえますが、ちょっとマイクを近づけていいと。はい、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。佐久間先生か、佐久間先生、どうしようかな。この方が聞こえますか。あ、よく聞こえます。マッチベターです。はい、すいません、佐久間先生、語学センターなので、評価はもしかしたらあんまりされてなかったかもしれないんですけど、成績評価について、もしここにいらっしゃる大学の先生でもコメントのある方いらっしゃればと思います。大学とか高校とか単位とかで横並びでたくさん日本語のクラスがあるところだと、評価の仕方がある程度横並びで決まっているところが多いと思うんですね。例えば期末試験を必ずするとか、こういう時にはこれくらい減点するとかあると思うんですけど、今回こういうことになって、私がいるところでは突然オンラインになったので、そこのところはちょっと今学期は各先生の裁量でってなったんですけど、もしこの先オンラインが続いた時にはそこのところを統一すべきなのかで、するんだったらどう統一するのかっていう話になってます。で、先ほどお話があったように期末試験への筆記試験もやり方がいろいろあって迷われてる先生も多いので、そういうところを先生方のところですとか、また佐久間先生のところでは評価をするのであれば、統一したやり方を先生たちで共有したのか、もし共有したんだったらどういう感じだったのかを教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、私のところはね、ご指摘くださったように、あんまりそんなにナーバスにならないことなので、成績評価が他の方にお譲りします。どうでしょう、大学の方とか、あなたかご参加者の方で大学勤務の方いらっしゃいますか。
すいません、東京の永井です。あ、はい、永井さんよろしくお願いします。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。はい、すいません、私は、有償ボランティアと、あとは、技能実習生ですから、ビジネスパーソンにレッスンしかしてないんですが、いろいろ勉強会に参加する中で、地方の大学の先生が集まる研究会で聞いた話なんですけども、あのムードルっていうシステムがあるんですよ。ご存知の方いらっしゃると思うんですけども、このムードルを導入すると、中間テスト、期末テスト、それからの筆記、論文提出、それから動画を見て課題をこなすっていうところまで全てができます。私これ体験会出ました。実際に自分で問題を作って、日本語業界でいくと日本語能力検定ですとか JLPT とかあの選択肢で選ぶような問題は200問、300問、400問って際限なく作ることができますし、学生が、終了を押した時点で、統計が集計が全部されます。一瞬で。そうすると先生が評価をしたり採点をしたり、この学生はどの位置にいるかっていう到達度とか手作業することが一切ないっていう素晴らしいシステムでした。でその先生はいち早くそのムードルをアンカーで、インストールすることができるので推奨するっていうふうにおっしゃってました。でその先生は大学でこれを導入するように働きかけているけれども、なかなかやってもらえないので自分でコツコツとやってるっていうお話でした。はい、皆さんはいかがでしょうか。私もだからムードルをサービスを入れて、これから自分で、少しずつ情報を蓄積して貯めて授業やテストで使おうかと思って、今一生懸命私もこうシンクタンクっていうか情報いっぱい貯めてるところです。はい、以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いわゆるその LMS ですかね。 LMS の一つですよね、ムードルね。そうですね、はい、そうです、はい、その通りです。はい、はい、ありがとうございます。まあ、その組織、教育機関によってはそのなんて言うんでしょうね、 LMS をもう、まあ、今回は担当の先生が個々に自分で選んで、対応しているところもあれば、やっぱり教師ごとに違う LMS を使うというのが問題があって、なかなかそれが進まないという話も聞きます。他皆さんの、ご参加者の方の中で、そういった LMS ですね、ラーニングマネジメントシステムをすでに使ってらっしゃる方いらっしゃいますか。すいません、ゆなわと申します。はい、お願いします。うちの大学も今おっしゃいましたムードルを使っております。で評価に関しては全体で共有しているっていうことは今出てないんですけれども、まあ、個別に他の先生に専任の先生とかにお聞きすると、まあ、そういったこう LMS などで出している、まあ、課題を中心に、評価しようと思っているということで、そういったその課題を中心に多分評価するんだと思います。ただその7月から、まあ、対面でもどうしてもやりたいところはちょっと考慮しますよっていうふうな大学側のちょっとアンケートも来てますので、私個人としては8月に期末試験はちょっと実施したいと思ってます。対面で人数が少ないですから多分大丈夫だと思います。あとまあそういった LMS で の課題ですね、そういうのを個別にこうフィードバックしていったのをまたその期末テスト記述の中にも入れていったりして評価しようと思っております。はい、以上です。はい、お話ありがとうございました。そうですね、あとは私、ちなみに私の勤務先では、全講師共有の共通の LMS というのは使ってないですね。まあ、先生によってはマイクロソフトチームス使ってたり、あとは学内に、まあ、入ってる LMS のようなものがあって、それをまあ使い続けていたりとか
していますけど、あとは学生によってももう Zoom でいっぱいいっぱいで、これ以上なんかもういろんなツールが増えるとついていけないよとかっていう人もいたりしますので、学生がこうアクセスできるまあプラットフォームは確かになるべく少ない方がいいのかなという気はしますね。はい、ではあと 1,2 分になりましたけれども、他にグループ内でご質問出た方いらっしゃいますか。すいません、井上です。はい、どうぞ。いいですか。佐久間先生に丸ごとを使っているという話だったんですけれども、丸ごとであれば e ラーニングのシステムがもうすでにいろいろとあると思うんですが、それをあえてこう新しく動画を作ったりじゃなくて、それをこう活用したり併用したりということはされましたか。そういう、そもそもですね、オフラインので授業やってる時からそういうのは使っていましたけども、基本的に授業のやり方っていうのは講師の先生に任せていますので、だ使ってる人は使っているし、使ってない人は使っていないという状況だと思います。はい、うん、わかりました。ありがとうございます。はい、はいはい、ありがとうございます。では最後にちょっとこれだけは聞いておかないと今日寝れないっていう方いらっしゃいましたら。よろしいでしょうか。はい、わかりました。ではちょうど5時20分になりましたので、今から10分間ほど休憩を取りたいと思います。で、本日第1部のみご参加の方も、いらっしゃるかと思いますので、その方は本日ご参加くださりありがとうございました。それから、この今第1部でいただいている皆さんからのコメントと質問ですね、後日まとめまして、回答を質問と回答をまとめた上で、メールなどで送付したいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは、はい、今から10分間ほど休憩を取ります。では、2部も引き続きご参加の方がまた5時半から始めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。たくまさん、ありがとうございました。ありがとうございました。これってあれですかね、はい、2部の終わりの打ち合わせとかできますかね、この状態でできないから。じゃあブレイクアウトに送りましょうか。ああ、すいません、送ってもらってもいいですか。はいはい、じゃあちょっと待ってくださいね。はいはい、ブレイクアウトをリクリエイトするのか。ああ、じゃなくてアドアルームにして、あれですかね、参加者の方も入りますかね、ビーム先生とか。あ、もちろん入りますよ、こちらでサインするのです。ビーム先生とか、マカラさんもいなくなっちゃった。はい、一つだけにして、あ、でも二つにすればいい。矢部先生もいないです。何よりして、あ、受けちゃった。じゃあ、第3と、ちょっと待ってくださいね。あ、人がいっぱいいるから、ちょっとこれ、あららら、あ、これアサイン、ごめんなさい。ちょっと僕のね、Chromebook だとちょっと、あ、そうですか、大丈夫です、まあ、別に皆さんに聞かれても別に問題ないんですけど、僕終わるときって戻したほうがいいですかね、黒田さんに。そのあ、2部終わった後ですか。2部終わって7時ぐらいに終わると思うんですけど、はいはい、一回進行の方とかどなたかに戻したほうがいい。あ、分かりました。どっちでもいいんですけど、私アンケートのちょっとご案内を最後皆さんに、まあ、リンクをチャットボックスに送ればそれで済むんですけど。ああ、そうなんですね。じゃあ、はい、僕どう言って終わったらいいんですか。これで終わりますって言って。終わりますって言って。で、あとはもう村上さんにお任せって感じでいいんですかね。そうですね。はいはい、はい。じゃあ、途中でブレイクアウトとかするんでしたっけ、大丈夫。何もしないです。質問をいただいて、チャットから。質問をいただいて、それを答えていく感じで、時間の許す限り答えていく感じで、終わる予定です。はい、あ、もうなんか、流れは皆さん聞いてる人は
わかりました。じゃあ、新井さん、その2部の質疑応答が終わったところで、はい、最後に私の方から、皆さんにアンケートの、ね、はい、リンクをご案内。あと、ごめんなさい、時間内で質問って受けられなかった場合って、どういう対応がいいと思いますか？一応、一部では、ま、あのチャットで、はい、質問、発表、ゲストの方の発表中から、チャットで質問は随時入れておいていただいて、はいはい、上から順番にって感じでした。そうですね。でもやっぱり途中から全部はやっぱり上から見切れなかったので、オンライン中はピックアップしてですけど、で、このチャットのログを保存しておけば自分のパソコンにダウンロードされるので、それでまあ後日ビーム先生と、お名前忘れちゃった。マカラ先生。マカラさん、はい、マカラ先生に。やった方がいいですかね。やらない方がいいですかね。お任せします。あとやっぱりビーム先生とマカラ先生がどのぐらい時間があるかとかね。そうですよね。結構いろんな、たくさん結構質問起こりそうな内容ではあるので。そうですよね、うん、どうなのかなと思ってたんですけど、ちょっと成り行きに任せます。はい、はい、わかりました。そうですね、ちょっとつなぎっぱなしで僕ちょっとお手洗いに行ってきます。じゃあ僕も手洗いに行きます。大丈夫ですかね、ビーム先生と真唐先生。大丈夫ですね、はい、じゃあ5時半からやりましょう。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
では5時半になりましたので、そろそろ第2部を始めたいと思います。あ、2部からご参加の方が今ログインラッシュですね。大丈夫かな。はい、では、2部からご参加の皆様、こんにちは。こんにちは。こんにちは。海外日本語教育学会事務局の黒田と申します。また1部から引き続きご参加の皆様、本日長丁場のところ大変ありがとうございます。では2部はまたちょっとテーマが変わりまして、今度はノンネイティブの日本語の先生方お二人ゲストに本日お迎えしております。そして2部の司会は、私から、事務局の新井に、変わらせていただきます。それでは新井さん、よろしくお願いいたします。あ、ご紹介預かりました、新井と申します。まずは初めに、今回の趣旨とですね、この、発表者について簡単に説明をですね、当学会の矢部さんの方からお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、矢部と申します。学会の世話人の一人です。まあ、今佐久間さんの話第1部にあったんですけど、私の所属間でも実は春学期はすべて遠隔授業となりまして、私も今慣れないオンラインオンデマンドの授業を試行錯誤しています。1ヶ月経って、まあ、今までのこう対面授業で簡単に把握できたことが、まあ、できなくなったっていう、こうもどかしさを感じる一方で、今までこう見えていなかった学習者のことも、まあ、こうした形で逆に見えてきたりっていうこともあって、まあ、こういろいろな形態の可能性っていうのを私自身今実感しているところです。で、まあ、こうしたあのオンラインの学習の形っていうのは、まあ、すでに私にはあの結構新しいことなんですけれども、まあ、世界にはもうかなり以前からこういったオンラインコミュニティ等で学ぶ学習者というのがたくさんいるというのも皆さんご存知の通りだと思います。で、まあ、日本語教育機関調査などではこう現れてこないこうした学習者たちを、まあ、新しい日本語学習者として、まあ、その実態を調査把握しようという調査研究なんかももうすでに出てきています。で、そうしたこのカッコ付きの新しい日本語学習者を、まあ、具体的にこう探ってみたいということで、まあ、今日は、お二人のゲストをタイとカンボジアからお招きしています。で、お二人とも、実は私が所属していた大学院の修了生なんですけれども、まあ、お二人とも国費留学生として来日し、日本語教育の領域で大学院を修了しています。で、在学時代からもそうなんですけれども、帰国してからもの今もこう SNS を使った発信を活発になさっています。で、こうしたあの若手のお二人の活動を通して新しい日本語学習者、まあ、て言えば今やってらっしゃる方は新しい日本語教師とも言えると思うんですけども、でさらにはまあ新しい日本語教育の形というのかな、まあ、そういうものを皆さんで探ってみていただくきっかけになればというふうに思っています。今日は、タイの、ピートン・シタラットさん、ピートン・シタラットさん、タイの人は長いので、ビームさんと言っています。ビームさんとそれからカンボジアのハンマカラーさんにお越しいただいてます。それではよろしくお願いします。あ、一回私に戻った方がいいのかな。一応今回矢部さんとですね、ビームさんとマカラーさんと、打ち合わせをする中でですね、私の方で、発表の内容でちょっとお願いをしたんですけど、何を、お願いしたかというとですね、お二人の先生がですね、これまでに、日本語を学ぶことに至ったきっかけっていうものをまず私知りたいと思ったので、そのきっかけ、それからまあ現在に至るまで
そして、まあ、現在行っている活動について、で、最終的に将来の展望っていうようなこと、この3つの点、過去と現在と未来っていうことについて、語っていただけたらと思って、やってくださいというようなお願いを今回させていただきました。はい、ということで、ちなみにあのビームさん、本当はビーム先生という固有名詞で活動されているんですけど、あの当学会はあの先生と呼ぶのが禁止されているという学会ですので、今回に限ってはビームさんというふうに呼ぶ形を取りたいと思います。では、あのビームさんの方よろしくお願い、発表の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。みんな聞こえますか？はい。はい。聞こえます。いや、しますね。これで大丈夫かな。はい、見えます。はい。少々お待ちください。はい、皆さんこんにちは。タイのビームと申します。SNS でビーム先生というアカウントを管理運営しております。今日は今回のテーマ、新しい日本語教師、新しい日本語学習者について、自分が今行っている活動や自分の経験、また自分の知っている限りのオンライン日本語教育についてお話をさせていただきます。はい、まず簡単に自己紹介させていただきます。私の本名はシタラピートンなんですが、タイの社会で普段あだ名で呼び合っていますので、本名はあんまり知られてないです。あだ名はビームと言います。ウルタマのこのビームです。はい、タマサート大学教養学部日本語学科を卒業した後、2013年から日本へ留学し、2016年に東京学芸大学の修士課程を修了しました。在学中は島田めぐみ先生にご指導いただき、矢部先生にも大変お世話になりました。現在は主に YouTuber インフルエンサーとして活動しております。続きまして、現在私自身が運営している SNS を紹介させていただきます。はい、一番メインで活用している SNS が Facebook です。そして次は YouTube です。どちらにしても、20万人のフォロワーが超えています。はい、最近始めたのが TikTok です。そして Instagram と Twitter もあります。で、今日話す項目はこちらになります。大きく私自身の、過去、未来、過去、現在、未来という流れでお話をさせていただきたいと思います。過去では私自身の日本語学習のきっかけや経験、また SNS で発信を始めたきっかけについてお話しします。現在では私も全部把握しているわけではないんですが、オンライン日本語教育とどのようなものを示すのかを示した上で、その中でも私のメインである SNS での日本語教育の例を紹介します。未来としては、今後の私の夢というか、目標ということをしていきたいなという希望を少しお話しさせてもらえればと思います。はい。まずは最初に日本語との関わりと SNS を始めたきっかけについて少し触れていきたいと思います。私の日本語のを勉強しようと思ったきっかけも、やっぱりドラえもんやセーラームーンなどのアニメ漫画ですね。大好きだったので日本の文化と言語少しずつ興味を持つようになりました。で、中学1年生から趣味で家庭教師とゆっくり日本語を勉強しながら、学校で理系を専攻していましたが、大学に入るときに理系を捨てて日本語を選びました。なぜかっていうと、日本語の勉強はとても楽しかったからです。日本語を勉強している間に、日本のイベントに行ったり、ホームステイに行ったり、留学に行ったりしていました。この写真は初めて日本に行った時のものです。中高歳の時でした。京都の二条城400周年のイベントにタイ代表として参加する機会をいただきました。はい。で、東京女学館で1週間ホームステイした時の写真と、岩手でホームステイした時と、
東京学系大学で1年間交換留学生をしていた時の写真です。はい、日本語を勉強し始めて以来、自分は日本に何回も行く機会があり、そしてもともと動画撮ることが趣味だったので、大学4年生のある日、他の人のために何かできたらいいなと思って初めて教える動画をアップしました。最初はタイ人に日本語を教えるのではなく、日本人にタイ語を教える動画でした。2010年です。はい、それがきっかけになって今まで続いています。そしてタイ人に日本語を教えるのは、初めは音声だけのプラットフォームからでした。挨拶や簡単な日本語を紹介していました。この時、聞いている方から先生と呼ばれるようになり、SNS のアカウントとしてビーム先生が誕生しました。そういう感じで、10年ぐらい前からネットを活用して、日本語とタイ語を教えるコンテンツを発信し始めました。そして、現在の SNS での活動に至るんですが、現在のことを紹介する前に、オンライン日本語教育には一体どんなものがあるか簡単に紹介させていただきます。はい、大きく4つに分けることができるのではないかと自分がそう思っております。ビデオ1はビデオツアーを用いた授業、2は一方向のビデオの授業、3映画やアニメなどのコンテンツを利用した学習、4 SNS を利用した学習。まず1と2に関しては、今回のコロナウイルスをきっかけに実際に行われる方も、多いのではないかと思います。はい、3に関しては、 Netflix などの映画やアニメ配信を利用した独学での学習スタイルです。はい、そして4が今回の面である SNS を利用した学習です。SNS を利用した学習。現在私が利用している SNS は、さっきも紹介した通り、これらのプラットフォームになります。それぞれの対象者、コンテンツが違います。例えば Facebook だったら、日本語に興味ある人が対象で、コンテンツは記事、写真、日本語のスライドが多いです。 YouTube だったら動画のみとなっていますので、日本での生活や文化、旅行が多いです。TikTok だったら小学生が多くて、簡単な日本語、サバイバル日本語の短い動画が多いです。SNS を利用した学習はさらに2つに分けられます。1つは、先ほどの3、映画やアニメなどのコンテンツを利用した学習に近い形です。コンテンツから学ぶ、情報を得るという学習方法。もう1つが、コミュニティに参加するという方法です。まず、コンテンツから学ぶ、情報を得るという形です。私が発信した記事や写真、スライドから日本語っぽい表現、文法を学習するスタイルです。こちらは仲直り日本語として、喧嘩した後にどんな言葉をかければいいのか、日本語の表現をタイ語、訳付きで紹介しています。はい、こちらはちょっと写真、あれなんですけど、写真にあった日本語、タイ語を紹介する1日1個というコンテンツです。記事の中身には、各語彙の意味や品詞、実際の使い方などを紹介しております。はい、こちらは、言語とともに文化や観光知識を得られるコンテンツです。おみくじの見方として、おみくじにはどんなことが書かれているのかをタイ語に訳すとともに、おみくじの結び方や観光情報などを紹介しています。こちらは文化紹介の記事です。ほとんどの記事にタイ語と日本語の両方を記載しています。なぎなたは剣道とどう違うかなど、時々日本の方から初めて知りましたというコメントもいただくことがあります。観光情報なども同じで、日本人の方からもよくコメントをいただきます。映画やアニメなどのコンテンツから学ぶ方法と大きく違うのはこの点にあると思います。発信者に直接意見を言うことができること、そして他者の意見を読むことができることです。双方向のコミュニケーションが可能になっています。で、私と同じようにタイ人に日本の情報を発信している SNS アカウントはたくさんあるんですが、見ている人は
ほとんどタイ人しかいません。しかし私はタイ語と日本語 両方で発信していますので、コメントも日本語、タイ語両方の言語でいただいております。それが他にはない大きな特徴だと思っております。次は YouTube で動画のみのプラットフォームになります。最も知られている動画はタイフェスティバルの動画です。毎年代々木公園で行われるタイフェスティバルに行って、タイについて日本人をインタビューしています。このコンテンツからタイ人は自分の国について日本人はどう思っているか、日本人の考え方や意見を知ることができます。こちらは言語に焦点を当てたコンテンツです。日本人の友達と一緒に英語由来の外来語を日本語とタイ語で発音した時のを比べています。そして日本での生活 を紹介する動画もあります。はい、次は TikTok です。 TikTok は1分以内の動画のみとなっておりますので、簡単な日本語になります。例えばこちらは実際に日本人が使っている相槌や面白い表現の紹介です。どうぞご覧ください。はい、このようなコンテンツから学ぶ情報を得るという学習方法において、私は情報を発信するという立場で、フォロワーの中にある基地の、情報と未知の情報をつなぐという役割を担っていると考えます。すいません、はい、では次に SNS での日本語学習のもう一つの方法、コミュニティへの参加を紹介します。私の場合は SNS で情報をアップするだけでなく、学習者の勉強への意欲などを促すために Facebook コミュニティ機能を利用し、日本人のタイ人がオンラインで交流できるスペースを作りました。日タイ仲良しというコミュニティです。これです。このコミュニティではタイが好きな日本人と日本が好きなタイ人が約3万人集まっています。日本人の友達と去年開設し、ちょうど先月で1年になりました。ガイドラインに違反する投稿以外、自由に投稿したりコメントしたりすることができます。多くが日本語を勉強中のタイ人、またはタイ語を勉強中の日本人ですので、学習方法のシェアなどもかなり活発に行われています。日本語の先生、タイ語の先生、日本の国際交流基金の方々もたくさんグループに入っています。みんなの協力でとてもいい勉強スペースとなっています。学校で勉強した日本語をここで使ってみることもこのコミュニティにできますので、学習者にとってとてもいい機会を与えているのではないかと思います。こちらのスライドはタイ語を勉強している日本の方の投稿と日本語の先生の投稿です。でこちらはタイ人の投稿です。さまざまなジャンルがあるのでとても面白いです。皆さんももしよかったらぜひ入ってください。はい、Facebook で日体仲良しと検索したらすぐ出ます。このコミュニティにおいて私は学習者と日本語社会、タイ語社会をつなげる役割を担っていると考えます。言語を勉強中の方は日本語とタイ語の両方で投稿しているので、コメントも日本語とタイ語の両方で活発に行われています。これがタイ人と日本人が話しているコメントですね。こちらも同じです。タイ人の投稿ですけど日本人もコメントしています。はい、続きまして、フォロワーのニーズはどのような点にあるかについて話したいと思います。こちらの点に関しては、自分は教科書に載っていない日本語の表現や実際の日本での生活、他の番組と違う文化観光の紹介だと思いますが、フォロワーが本当は具体的に何を求めているかを探るため、フォロワーに直接聞いてみました。答えのまとめは次のスライドになります。はい、どうしてフォローしているか、何を求めているかをフォロワーに聞いてみると、日本が好きで日本語を勉強してるけど行く機会がないからチャンネルを通して自分の世界観が広がった
他のページ、番組、チャンネルにはない日本旅行、文化、生活、習慣の情報があるから。動画を通して実際、自然な日本語の表現、会話が勉強になるから。異文化のコンテンツがあるから。文化交流スペースがあるから、自分が勉強したことを使ってみることができる。ということが分かりました。そして私の SNS は日本語学習にとってどのような意味を持っているかも聞いてみました。一番大きいのはインスピレーションになっているという答えです。日本語は難しいですが、ビーム先生 SNS の教え方が面白い、楽しく見られる、ストレス解放できるから、とてもいいエンターテインメント、つまり教育とエンターテインメントが混ざって、ちょうどいいコンテンツという声もいただきました。つまり、モチベーションを維持する学習者の目標と意欲をつなげる役割を果たしているのではないかと思います。そして、知識の倉庫みたいなものになっているというコメントもありました。言語だけでなく、日本のいろんなことについて投稿しているので、フォローしていれば、いつか自分が知らない日本語のこと、日本のことの投稿が出てくるかもしれないという意見です。はい、次に私の今後の展望ですが、オンラインのコミュニティをぜひともオフラインでのつながりに変換していきたいなと考えております。実際にすでに何回か開催しています。いくらオンラインで勉強できるようになったからといっても、やっぱりなんで勉強してるかと聞いたら、日本人と話すためでしょうということでやっています。参加の募集は SNS で行って、日本人と対人が同じ人数になるように調整しています。はい、今後も、この活動を広げていって、日本語を勉強してよかったな、タイ語を勉強してよかったなと、一人でも多くの人に思ってもらえたら嬉しいです。一人でも多くの人にそう思ってもらえるように、SNS とコミュニティを運営していきたいです。はい、最後まとめになりますが、最後に、SNS での発信を通して日本語教育に携わっている私は学習者、フォロワーにとってどのような役割を果たしているのか、どう果たしていきたいという思っているのかについて、お話しします。一言でまとめると、私は3つの架け橋でありたいと思っています、はい、学習者の基地のことと未知のことを SNS のコンテンツを用いてつなげる情報提供者という役割、学習者の心と目標をつなげるインスピレーションという役割、学習者と日本語、タイ語、社会をつなげるコミュニティを通した言語の使用機会の創出、環境の整備という役割です。これがそのイメージになります。真ん中にいるのが学習者、フォロワーで、点線の上にある、あ、丸いのが私です。点線まだ出てない、はい、上から順番に行きます。学習者の知っていることと知らないことをつなぐ 橋が、一つ言語や文化を紹介するという役割です。それから学習者の学習意欲と目標をつなぐ橋が一つ、モチベーションの維持保つという役割です。最後に学習者自身を日本語社会とつなぐ橋が一つです。日本語を話す機会の創出、環境の整備、コミュニティの形成という役割です。結論としてこういった役割を果たしていけたらいいなと思って活動しております。はい、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ビーム先生、ビームさん、ありがとうございます。すみません、2部から、まずちょっと、インフォメーションなんですが、2部から入った方、この YouTube、録画されていますので、もし、顔等、や声等が録画されては困るという方は、切っていただいて、していただければと思います。
皆さんいろいろな、これって聞こえてますよとして、聞こえてない？聞こえてますよ。あ、大丈夫ですか。あ、すいません。皆さん質問等いろいろあると思うんですが、時間の都合上ですね、初めにマカラーさんの、あ、次にマカラーさんの発表を聞いていただこうと思います。で、質問がある方は、今村上さんがメッセージの方で、書いていただいたようにですね、質問欄に、質問という形で書いていただいて、後ほど、発表者の方に答えていただこうと思います。行動力が素晴らしいというコメントが早速入ってますけど、はい、前ビームさんに向けて行動力が素晴らしいというコメントが入ってますが、とても緊張しました。素晴らしい。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次マカラーさん、発表をお願いいたします。スライドを共有させていただきます。決めさせていただきたいと思います。皆さんこんにちは。カンボジアから参りました、マカラと申します。今日 の研究会を通して、新しい日本語教師というキーワードをもとに今私が活躍しているのことをちょっとお話ししたいと思います。で、今日 のプロフィールは簡単紹介させていただきます。大学生の時はプノンペン大学日本語科に、日本語専攻を、卒業しまして、その後は3年間日本語教師を、務めていました。で、2015年から日本、留学して東京学芸大学に、3年間、卒業しました。で、その後はカンボジアに戻って、今は本業としては、IUM Japan Consulting という人材総合サービス、という会社に勤めております。YouTuber とかは、SNS 上の活動としては、一部の、趣味として、今も活躍しています。はい。で、今日の発表の流れとしては3つに分けて、過去、現在と未来ということに分けました。で、過去は日本語 との関わりと YouTuber になってたきっかけで、現在は 今管理しているその SNS の状況を、お話ししまって、最後に今後の役割。はい。で、早速日本語を学んだきっかけに関しては、まず、皆さんアンコールワットということご存じる方いらっしゃるんでしょうか。もしかしていらっしゃった方がいると思いますが、僕の出身地はシムリップですね。シムリップにあるアンコールワットというもので、ご存じる方が多いと思いますけど、かなり有名な観光地として知られています。そして小学生、つまり私20年前くらいですね、小学生の時に、ちょうどアンコールワットブームになった時期があったんですね。そこでもう街歩いて もう外国人がいっぱい、見られますね。そこに、日本人の観光客もかなり多くて、学校に行くだけでも、もう日本語が耳に入ってますね。で、そこで日本語の発音を聞いて、すごい気になってて、面白いなと思ってて、日本語を勉強を始めてたんです。で、その時はまだシムリップ観光地といっても、そんなに大きい町ではないし、学校もちゃんと、外国語学校もちゃんと整ってないんですけれども、その時はお寺で、お坊さんが日本語の授業を開いてて、でそこで学んでました。はい、ちょっと悲しい話、悲しいというか、すごい懐かしい、思い出なんですけど、授業はだいたい夜間、そしてちゃんとの教室ではないので、電気もついてない。で、それぞれの学生さんがみんなろうそくを持っていて授業を受けてました。で、僕もその一人でした。で、好きだからこそできるということをずっと信じてますので、だから今までもう20年間ずっと日本語関わってきたのは、多分好きという言葉があったと思います。で、その後はもう日本語をもっと知りたい、で日本に留学したいという思いがあってて、高校終わったタイミングでプノンペンに引っ越しして、王立プノンペン大学にある日本語学科に入りました。で、4年間ずっと日本語専攻
校として学んでましたが、まあ、先ほどあの好きと言ってたんですけど、でも日本語とても難しかったんですね。いくら好きと言っても難しいは、その難しさはもう消せないものです。なんか、まあ、楽しながら、まあ、苦労しながらでも、ずっと4年間勉強してました。で、その卒業したタイミングで、ちょうどプノンペン大学の日本語学科、あの日本語教師を募集されてたので、そのきっかけで、まあまあ、応募してて、まあ、日本語教師として採用されました。はい。で、そこで3年間日本語教師としてやってましたが、もうさすがにあの新、まあ、社会人1年目として、そして日本語教師、まあ、大学生に教えているというもので、すっごい毎日プレッシャーされてたんですね。で、1年生の授業、あの、まあ、IUO という授業だけではなく、4年生までの授業も担当させていただいてたんですけれども、本当に毎日苦労しながらあの日本語教師という仕事をやってました。でそこでもう自分の中には物足りないなと思いながら、まあ、日本に留学ということをちょっと、まあ、決めて、まあ、試験勉強を整って、やっと2015年にあの文部科学省の、試験に受かって、東京学芸大学に留学してきました。で、留学したタイミングで YouTuber になったきっかけなんですね。で、留学した時にあのまあ、僕がいつも見ているその YouTuber の先生たちに連絡してみたんですけど、でその、まあ、団体があるんですけども、日本語森という団体で、大体あの、まあ、中国人、あの韓国人とかベトナム人の、もう一つはあのあ日本人ネイティブスピーカー あの YouTuberバーたちが集まっている、団体なんですけど、そこで、連絡してて、まあ、その彼らと出会ったきっかけで、なんか YouTuber としてやってみませんかという誘いがあったんですけど、その時になんか知らないうちに、はい、やりますと言ってしまったんですね。なんかあのその出会いの後はちょっとあの寮に戻ったら、やばいなと思ってました。なんか YouTuber って何かどういうものかなんか分かんない、まだ心も準備できてない、タイミングでやりまと言ってたんですね。その後ちょっと不安があったんですけれども、でもなぜ YouTuber を始まってたのは、まあ、そのキーワードとしてはあの先生らしいというものなんですね。この先生らしいというのは、あのカンボジアの社会とかあの、まあ、社会背景とか文化背景に関してすごいなんか理想があるんですね。あの人はもう先生らしい、あの人は先生らしくないというイメージが強くて、自分も大学で先生やってたと、まあ、あったんですけど、で YouTuber になってちょっとなんかバカバカしいというキャラクターを作ってたので、どうなるかなという不安があったんですけど、でもその先生らしいというあのなんか壁をちょっと破ってみたいなと思ってて、で、新しいキャラクターを設定して YouTube を始めました。でそのキャラクターとしてはあのやっぱり元気でいつもテンションが上がるというものを設定して、動画の時に演技しながらあの日本語を教えています。はい、続いては、まあ、今はちょっと両方 あの Facebook と YouTube を、まあ、管理しておりますが、この画面にはあの YouTube のページで、ちょうどあの今の動画テーマに関しては30秒以内の生の日本語、まあ、中級レベル、まあ、場面と設定としては、まあ、学生同士、つまり友達同士 と先生と教師 あの会話を中心に、動画を撮っています。で Facebook の方はこんな感じになりますが、あの、まあ、Facebook とあの YouTube 両方管理していますが、主に、活動しているのは Facebook なんです。なぜかというと、あのカンボジアの社会、では、まあ、ほぼほぼ あの人たちはみんな Facebook を使ってますね。でそういうことで両方管理してもすごいフォロワーが差があります。YouTube、まあ、僕のページだとあの Facebook の方は3万人なんですけど、 YouTube の方は7000人しかいません。そういう差がちょっとあります。これもカンボジアの特徴だと思います。
せっかく今日は研究会ということで、僕が管理しているあのページをの情報を共有させていただきたいなと思って、まずあの、まあ、フォロワーの性別と年齢に関しては、まあ、男性と女性、まあ、半々ぐらいとなってます。なってますけど、年齢に関しては若い人たちが多いということが分かりました。特にもう一つの特徴は25歳から34歳の方が、まあ、半分以上になってますね。でつまりあのもう大学生じゃなくて、まあ、大体社会人という方が多いだろうなと思います。で後でちょっとなぜ、まあ、25から34の、方が多いというとちょっと後で追加します。で次はあのフォロワーの、まあ、情報に関しては、まあ、とりあえず、まあ、フォロワーの、まあ、どこに存在しているかというと、多めにはカンボジアと日本となっています。で赤線の方はカンボジアで緑の方は日本となっています。でカンボジアの方は大体あの、まあ、都会になってますね。プノンペンとかシンリップつまり有名な、まあ、ところとして、まあ、フォロワーが存在しております。そして日本の方は岐阜市とか横浜とかその辺に、フォロワーが存在しています。はい、次もあのちょっと100人以下となっているんですけど名古屋とか京都大阪とかもみんながそれぞれの地方に、います。でここであのなんか面白いなと思ったのは日本に滞在した時にあのカンボディアフェスティバルに行ったら、フォロワーがやっぱり声かけられてでその会話を、聞いたところでみんなはなんかそれぞれの地方に住んでいてで大体日本に来てたのは技能実習生として、来てます。だから、まあ、大阪とか京都以外は地方にいる方々はほとんどあの技能実習生のではないかと思ってます。はい、で続いてはフォロワーたちはさっきもちょっと話しましたがどのような人たちといったらその、ま、3万人の中では、この4つの種類だろうなと思いました。で大学生と、まあ、一応自分はあの大学で教えてた経験があるから、そこから知られた学生も今もあのフォローしていただいています。その後は、まあ、日本に、まあ、技能実習生として行く前の 段階で、まあ、予備技能実習生というフォロワーもいますね。高校生は少ないですね。で続いてはフォロワーの興味関心に関してはずっとこの、まあ、4年間ぐらいやっててフォロワーたちとあのやり取りしながらコメントも、した感じで彼らの、まあ、興味関心に関しては、2つに分けてまず高校生、大学生、社会人に関しては学習経験談が多いんですね。なんかそれぞれの、まあ、漢字とか語彙とか文法のその学習方法を知りたい。で高校に関しては大体あの Facebook の、生、ライブ、まあ、ライブをして自分が、まあ、が経験してたものとか学習してスタイルを共有したりしています。もう一つは、まあ、自然な日本語とか、まあ、大体教科書とかない日本語とかなめ口の言葉とかを教えてほしい。そして、まあ、若者言葉もあのすごくなんか教えてほしいという依頼がたくさんあります。で右の方は、特徴があったのは、専門用語なんですね。つまり彼らは日本に行って、まあ、工場とかあの農業関係のお仕事をされているんですのでそれぞれの、専門用語を知りたいということで、まあちょっと先生これを、まあ、言葉リストと持てませんか教えてもらえませんかという、要望があります。もう一つはあの生的な日本語というものもすごいなんか技能実習生にとっての特徴だと思います。まあ、ちょっと僕が知ってる限りあの送り出し期間で大体日本行くまでは半年くらいですね。日本語を勉強しててで大体みんなの日本語という教科書を使っていてあんまりなんか日常会話とか、まあ、生活的な日本語を学んでないそうですね。そうすると日本に行って大変困ってるそうです。
もう特になんかちょっと汚い言葉かもしれないんですけど、教科書に載ってない先生もなかなか教えてくれない言葉、例えばふざけんなよとかはだいたいなんか上司から言われてて、先生これどういう意味ですか、なんか顔見てすごく怒られてたみたいなんですけどって、でそこでまあやっぱり彼らにとってはもうちょっと聞かない日本語といってもやっぱり教える必要だろうな、まあ、使ってほしいという意味より知ってほしいということが大切だろうなと思ってました。で続いてはまあ、要望ゼロというものに関しては、社会人というフォロワーがいるのにビジネス日本語を教えてくださいとか一切なかったんですね、残念ながら、はい、でフォロワーのニーズを合わせてなんかこういうものを作って投稿したらみんな役に立つだろうなと思ってて、私の、まあ、スタイルとしてはカードですね、カードという形にして日常会話とかを、まあ、日本語でクメール語の役に、作ってます、まあ、きらめないでとか、まあ、うるさいとかクメール語の右側に、それはカンボジアの癖になったら うるさいやというのはとってもうるさい、でもこれもなんか、まあ、カンボジア人しか知らないですね。まあ、方言とかもいろいろな、カードを作って投稿しています。で、もう一つはこれも似てるようなものなんですけど、これはシリーズとして、カードを投稿しています。動物のものだったら動物のシリーズを、一旦、まあ、1ヶ月ぐらいは動物の、ものだけ投稿します。で、漢字は漢字というシリーズ。はい。で、もう一つは動画も、まあ、作ってますけど、その中で大体、まあ、若者言葉とか即興日本語とかで、今はちょっと中心になっやってるのは中級日本語、まあ、生の日本語として、そして右側も見てた通りやばいっていう言葉はどういうふうにどんな時に使われるかっていうを、なんか例をできれば、まあ、10個くらい、こういう場面こういう場面はやばいを使いますよっていうことを、動画にして投稿します。これ一つの例としては、まあ、ちょうど昨日投稿してたものなんですね。でこの動画に関しては、まあ、相談したいことがある、やっぱり君が好きという表現を、知ってもらいたいんです。ちょっと流します。なんか気持ちはわかるけど、好きだったら好きでは、やっぱりそうだね。君が好きです、はい、で今のシリーズはこんなようなまあ、会話を、設定して動画しています。で毎日6時から7時の間に投稿します、はい、で次のスライドは、まあ、これもフォロワーの要望に関して答えてやってますけど、 JLPT に関するもので、だいたい日本語能力試験 の、 まあ、1ヶ月前くらい、生放送として JLPT、まあ、NUE 対策を2時間ぐらい、うん、なんか、ライブしてそこで教えてます、まあ、プロセスは先に、資料とか作成して投稿しておく、そして時間はもうだいたい決まってる、でその時に、まあ、ライブ中はやり取り、一緒にやり取りしながら、はい、例文作ってもらったりとかは、してます。すごく要求が要望があるんですけど、でもライブって大変準備がかかりますので、はい、週2回くらいとかはやってました、その時は。次はこれも私必ずこう毎週何個か投稿していますが、日本と日本語に関するネタ、一番側左側の方は、まあ、NHN2 というものなんですけど、まあ、イラストを使ってなんかそのものを見て感じて、まあ、笑っても欲しいということで、はい、で真ん中の方は、まあ、普通な表現なんですけど、日本語は難しいんですが、面白いんです。でクメール語の、ね、書いてるのはやっぱりなんですね、言いたくないけどでも言ってしまいますという言葉ですねって、必ずこれはなんか日本人は
何がネタなのと思われるかもしれないけど、カンボジア人にとってはもうみんなこの表現はもうなんか自然に言ってしまいますね。あの日本人がよく日本語はどうですかと聞かれたらもう自然に日本語は難しいんですが面白いんです。でなぜかというとこの表現はもうみんなの日本語の教科書に書いてたもので、でもうそこから覚えてたもので、でこういうネタするとなんかあそのあのまあ最初に学んでたことを思い出せて笑ったりしてくれます、はい。で続いては、まあ、なぜこんなコンテンツを作ってるのかというと、まずはあのフォロワーの要望なんですね。これは多分欠かせないもので、まあ、JLPT の、まあ、問題対策とか、まあ、学習方法のシェアとかも もちろん彼らのフォローを元に、作っています。でもう一つは私のなんか経験からやっぱり知っててよかったっていうことを、皆さんにもちょっと、まあ、共有してもらいたいなと思ってて、でこれはやっぱり自分が日本に留学してから気づいてたものなんですけど、あのうちの大学はよくあの交流会があってお昼のところで交流してた時になんかこういう言葉とかこういう表現を知っててすごいスムーズにあの外国人と日本人とうまくコミュニケーション取れたんですよね。または仲良くなってきたきっかけはやっぱり知ってよかった。つまりあのタメ口とか若者の言葉それなそれなとかは言ったらすごく日本人からの反応があってて、やっぱり知ってよかったなと思ったことで、それをあの彼ら、まあ、フォロワーにも知ってほしい。でもう一つは、まあ、知らないからうまくできなかった。でこれはあの自分の、まあ、学習経験に関しては大学生の時に、まあ、同じなんですけど、よく、まあ、日本人の学生と交流会があったんですけど、でもその時はあまりうまくあの日本人となんか仲良くできなかった。まあ、もちろんレベルが、まあ、まだまだなんですけども、でも我々があの学校でつまり教科書に書いているものしか学んでなかったので、もう表現はもう硬いんですね。なんか趣味は、音楽を聴くことですとかそのまま言ってしまって、全然なんか日本人のからの反応を見てなんかつまらないだろうなと思いながら、でそこで先輩が日本留学経験があるから、そこですごいなんか方言とかを使ったりするとすごく盛り上がってて、やっぱり教科書にないものも知るべきだろうなと思っています。でここであの、まあ、この4年間あのオンライン、まあ、授業とかをやってて、この重要性を分かってたのは、まあ、これ私の個人的な考えなんですけど、まず自由というものがあることですね。それはすごく大きい、な、まあ、理由となっています。まあ、好きな時間、好きな場所で選べるのはとても今の時代、今の人たちのメリットだと思います。私自身でも今、まあ、日本語使ってますけど、でもなんかたまにもっと知りたいから、まあ、YouTuber の人たちを見てて、好きな時間好きな場所、まあ、なんか笑えるかもしれないけど、トイレにいる時でも日本語を学べるというのは多分今の時代なんですね、はい。だから、それはすごく大切だと思います。そして自分なりに知りたいことを調べるというのも、まあ、やっぱり YouTube、まあ、Facebook というものがあるからだと思います。学校に行ったら、多分先生がこれ調べて、これ、なんか出してとか言われるかもしれないけど、まあ、A 先生の場合は多分自分から知りたいものをスタートになりますので、まあ、そのおかげで多分長く覚えられるということも考えられます。で2つ目は、まあ、壁がない、いろいろな形で言葉、まあ、言語と楽しめるということで、まあ、先も言ったように学校で教えてくれないこととか、まあ、やっぱり両方大切だと思いますけど、まあ、若者と言葉とか方言とかはちょっと汚い日本語とかはもう教科書に載ってないから、まあ、そこで学べるのは、まあ、一つの方法だと思いますし、そして衛生だからこそ面白く楽、まあ、知名ながら勉強できると思います。そして、まあ、最後にあの自分自身の役割とは何ということをちょっと考えてみたら、やっぱり経験者としてですね、すべて先言ったように知ってたからよかった、まあ、知らなかったから辛かったとかダメだったとか、すべて経験してたものを、まあ、フォロワーの人たちに、
ちょっと共有して、いきたいと思っています。そして日本語というものってもちろん難しいというのは、まあ、欠かせないもの今も思っていますけど、でもその裏に持ってるなんか面白さとかもいっぱいあります。でそういうものをやっぱり知ってもらいたいなと思って、で、まあ、日本語って面白い、日本語楽しいって感じてもらいたいから、でだから今はちょっと自分の 役割としては、まあ経験者として知ってたものを全て共有していきたいです。はい。で、まあ、私の中にも、まあ、キャラクター設定というかあったんですけど、まあ、外で会ってた人たちには、これ、マカラ先生とかは聞かれるんで、言われるんですね。Facebook のキャラクターと、あの外のキャラクター全然違うから。はい。で、やっぱりバカバカしいというキャラクターが多いんですね。そこで、まあ、今の年齢考えてみたら、まあ、どうだろうなと思いながら、ちょっと、不安ということもあるんですけど、まあ、とりあえずできる限り、もうちょっと継続的にやっていきたいと思っています。はい。ちょっと発表はこれで以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。マカラさんの発表でした。はい。すごい、今までの学校で教えてた私とかには考えられないような発想の、まさしくインスピレーションを与えてくれるような発表だったと思います。まずは発表、質問の方、いただいている質問の方に答えていく形で進めていこうと思います。まず村上アット埼玉さんから、心と目標をつなぐという時の目標は例えばどんな目標がありますかという質問があるんですが、どうでしょうか、ビームさんとかどうでしょうか。はい、はい、例えば留学に行きたいとか、でも、はい、その日本語が難しくてもう諦めようとしている時に、うんうん、もう私の留学経験の記事を見てもう一度頑張ろうみたいなことですね。あ、なるほど。やっぱり皆さんタイの学生って留学したいっていう気持ちが強いですかね。強いですね。なんか日本は憧れの国みたいなものになってます。あ、文化とか結構タイに入ってますので、アニメも歌も、はい、ありがとうございます。では続いて、そうですね、これもタイですね。外国語にもいろいろあり、中国語や韓国語の人気が高まっているような気もするんですが、タイでは日本語の人気が高まっている感じがありますかという質問です。そうですね、もう火事からもだんだん高まってきてるのではないかなと思いますね。やっぱりみんな勉強したいですね、日本語。その中国語や韓国語と比べるとどうなんでしょうか。なんか人気があるっていう感じなんでしょうか。日本語の方が韓国、正直日本語の方が韓国語より人気じゃないかなと思いますね。やっぱり学校での、高校の科目になってますので、日本語はだいたい全部の高校には選択できますので、はい、韓国はそこまで行ってないです。あ、中国語も行ってないんですか。中国語、はい、中国語、日本語、フランス語、大体はこの3つかな。はい。ちなみにか、マカラさんの方はどうですか。中国語、韓国語人気が高まってますが、カンボジアでは日本語の人気が高まってる感じはしますか。そうですね、現在韓国、まあ、ブームになってるんですけど、言語よりK-POP ですね、はい、高校生とかも、うん、みんなすごい K-POP が好き で、うん、はい、で逆に日本語を学んでるのに、はい、J-POP 見ないで K-POP 見てますね。あ、なるほど。それは、まあ、本当に不思議なんです。割とアジアを一括りというか、はい、そうですね、それ僕もそういう経験ありましたね。確かに日本語を教えてるんですけど韓国のアイドルにも詳しい、そういったことっていうのは、ね、多分皆さんよくあるんじゃないか思います、はい、ありがとうございます。続いて三本アットモングルさんから、他の国でも同じように YouTube や SNS を通じて活躍したいと
という人にはどのようなアドバイスを送りますか。フォロワーを増やすためのアプローチ等があったら教えてください。ビーム先生どうでしょうか。ビームさんだ。ビームさんどうでしょうか。はい、フォロワーを増やすためということですよね。はい。はい。やっぱり自分のオリジナリティを出すことだと思います。他の人と他の人にはない特徴をみんなに出す、見せる。同じものはたくさんあるので、やっぱりなんか特徴があると覚えられますね。ビームさんの特徴はどうなんですか？見た目ですか？私の特徴は何だろう？まあ日本語できる、タイ語できるのと、歌えるのと、うん、はい、声の真似が、ものまねができるのと、その番組のオリジナリティがあって、タイフェスティバルの番組とか、誰もやってないことをやってるんですか、初めて、最初にやってますから。ちなみに他にも いるんですか、タイ の日本語で教える YouTuber とか。まあ、結構いますね。ああ、そうなんですね。はい、分かりました。タイ語と日本語両方やってるの多分私が一番大きいと思います。ああ、なるほど。はい、分かりました。マカラさんどうでしょうか。そうですね。私にとってはやっぱりまず先生らしいということを忘れましょうというスタートですね。はい。そうしないとやっぱり始まらないから。他の私の特徴としては多分元気さだと思います。で他の先生だともう YouTube 出てももう無心としてはい皆さんこれから授業を始めますっていう言い方なんですけど、私の場合はそうじゃなくて皆さんこんにちは、マカラでこれから授業を始めましょうっていう感じでスタートになりますので、もう私しかいないんですね。はい、英語の先生もたくさんいますけど、でも大体その先生らしいというもともとの、意識のままで、はい、それはやっぱりカンボジアの3年間でこう先生らしくしなさいみたいなところが、はい、それの反動みたいなのがあるんですかね。先生らしく反動というあるのかな、プレッシャーがあります。やっぱそのプレッシャーがカンボジアの大学で教える場合はそのちゃんとした先生としてちゃんと先生らしく振る舞うっていうことがあって、はい、逆にこう YouTube とかオンラインで教えるというか日本語の楽しさを伝えるという時はもっと自由にやろうという感じ。うん、そうですね、そうだと思います。はい、なんかそんな SNS って、まあ、YouTube の人ってやっぱりもう自由ですね。どうでもいい、とりあえずフォロワーがいればという感じです。もう面白がないと見てくれないんですね、この YouTuber の世界には。うん、すごく壁っていうキーワードがすごくキーワードに今この Zoom でやっている会議とか教育っていうことを全てに関して壁っていうものがすごいキーワードになるような気が私は聞いてて思いました。はい、続いてビームス由来の、続いて、YouTuber としてキャラ設定に参考した人はいらっしゃいますか。あやか T さんからの質問なんですが、じゃあビームさんお願いします。キャラ設定でキャラクターってことですか。はい、だと思います。キャラ設定参考にした方、はい、いないかな。もうオリジナル。はい、最初はもちろんモノトーンだったんですよ、私は。んモノトーン、モノトーン、話し方。ああ、なるほど。皆さん今日はこれを教えますとか、周りの人に何してるのって言われて面白くないとか、でそれだんだん経験あって、はい、なんかオリジナリティが出ました。そうですね。でも YouTube 見ると皆さん見た方思うと思うんですけど、本当に元気でなんか楽しいテレビを見てるような感覚になって、楽しさが伝わって
できてすごいいいなと思いました。マカラさんどうですか、キャラ設定。そのキャラ設定はあの発表の時も言ったように思ってなかったんですね、ユーチューバーになるなんて。でそこでいろいろなユーチューバーを見てました。特に日本のどういうふうに有名になったのかとかを、で同じなんか外国人のその日本語教師でも英語教師でもそれを見てて参考しました。そうですね、次にじゃあ自分の、で、自分のオリジナルを、はい、なるほど。やっぱりその学習者の要望が出てきましたけど、学習者の要望、YouTuber の先生としての要望っていうものに応えていくと、だんだんそういった形になっていくのかなっていう気もしました。ビーム先生にも当てはまるかと思いますが、従来の先生らしい先生ではなく、自分らしさを生かした先生を目指してたということですね、という、大木清松さんの、コメントそのものだと思います。難しさを超える楽しさ、いいですねと。あと、次、佐久間さん、カンボジアの、佐久間さんとカンボジアさんからなんですけど、マカラー先生、クメール語分野、つまりクメール語を学ぶ日本人に対する動画への進出は考えていませんか？ぜひクメール語の動画も出してほしいですということです。どうでしょうか？ああ、そうなんですね。今後考えてみようかなと思います。でも多分その時はまだ違うキャラクターで設定して配信しようと思います。ありがとうございます。伊藤アットシンガポールさん、トイレでも日本語共感します。24時間その語学に来た今の語学学習でこそ可能なことなんだと思います。あやこ瀬戸さん、コメントですね、お二人に、ずっと教室で日本語の授業を担当してきましたが、マカラーさんのお話を聞いて教師の在り方役割を改めて考えるきっかけになりました。私は YouTuber になれない、なる勇気がないので、ではどういう立場で今後やっていけば良いのか考えなければならないと思いました。ちょっと私これ乗っかって質問をしたいんですけど、前にもちょっと質問したんですが、私たち先生っていう立場で、教育機関で働いている方々が今回参加している方、ほとんどだと思うんですけど、でそういった YouTube とかこういった Zoom での教育っていうのが発展していくに従って、こう教室っていうものはいらないんじゃないかとか、従来の学校っていうものはひょっとしたら崩壊しちゃうんじゃないかとか、大学なんてものは存在しなくていいんじゃないかっていうような恐れというものも感じてはいるんですが、その点についてどう思うかを教えていただければと思います。ビームさんどうでしょうか。私はやっぱオンラインがあっても直接勉強した方が効果的なのかなと思いますね。集中できますし、オンラインはお互い直接見えないですから、他のことやってるかもしれないですね。集中力が落ちると思いますね。はい、マカラさんとかどうですかね、そうですね、今のみたいにオンライン授業ということなんでしょうか。そうですね、というより学校教育の必要性みたいな、私たちの役割をちょっと考えないといけないなと私自身も思ってるんですが、その今まで そのカンボジアの習った日本語教育とかそういったものについてどういうふうに思うのか、どうあるべきかみたいなことを実体験から教えていただければと思います。いや今、オンライン授業の大切さっていうことを今言ってましたが、やっぱり学校の、授業はもう欠かせないものとずっと思ってます。はい、なぜならもう自由に勉強できるけど、でも勉強しない生徒さんが圧倒的に多いと思いませんか。でそれなりに学校行ったらもう義務としてっていうもので、それも一番効果的です。オンライン授業はただただの、スイカなんか、もうちょっと知りたいものを、はい、自分なりに調べていくものだけなの で先生からの、立場からこれ知ってほしい、これ、覚えてほしいというもの、多分教室は大切、はい、
というのはやっぱりこう宿題とかを出されてこう漢字を何文字覚えてきなさいとか、こう文法をここ何日まで暗記してきなさいとか、うん、テストみたいなのをこうやっていくっていうこともやっぱり一定の意味があるっていうふうに考えてるってことでいいんでしょうか。そう、もちろんです。はい、そうですね。やっぱり先ビームさんもマカラーさんもこう双方するというか、オンラインだけで日本語を学んでほしいとは決して考えているわけではなくて、その自分で困ったところをフォローするというか、実際に国費留学生として大学か大学に留学して割とカチッとした大学を勉強してきて、でそこで足りなかったところとか、もうちょっとこうやって自分たちでできるところっていうところをこう双方していけたらいいなというふうに私自身は発表を聞いて、とてもすごく感じたし、ものすごく可能性を感じています。これは下世話な質問話になるんですが、これはまあ答えられなければ答えなくても結構ですが、収入面はいかがでしょうかと、 YouTuber の収入はどうでしょうかと、ビームさん、ノーコメントでも大丈夫です。 できる範囲での質問で、はい、まず、YouTube のレートが違います。世界のレート、アメリカとか日本とかレートがとても高いです。タイはとても低いです。なのでタイ人にいくら見られてもそんなにお金にならないです、はい、逆に日本の人が見るとじゃあ3倍ぐらい違うと思います。3倍ぐらい違うんですか。はい、で YouTube で生きていけるかっていうのは生きていけないですね生きられませんお金が足りない。なんかご飯ぐらいぐらい、1ヶ月のご飯ぐらいぐらいかな。はい、で他の仕事ももちろんやっぱりやらなきゃいけないので、次回とかオンライン日本語の先生とか、そういう仕事も私もやっています。通訳とか、はい、なるほど、いろんな仕事を合わせて生活してる。そう、合わせて、はい。マカラさん、どうですか。僕の場合は0円でございます収入、YouTube からの収入はなしで、でもその関係性はちょっとありますね。うちの会社は人材、総合人材サービスというもので、その一つの、ビジネスとしては仕事紹介するんですね。でそこで僕のページに、今この、企業に日本語人材募集されてますよということをアップロードしたりはします。そのちょっと関係性、直接の収入ではないんですけど、けど、宣伝効果があるという言い方、いやらしい言い方だと思うんですけど、そうですね、宣伝効果があるという、ね、そうはい、で今後としては多分スポンサーとして受け取って、何かを、はい、する可能性はありますね、はい、ありがとうございます。お二人に質問なんですが、お互いの発表を聞いて共感したこと、なるほどなと思ったことはありましたかと、ビームスさんどうでしょうか。やっぱマカラーさんと同じことってことですかね。うん、はい、そう、共感したとか、なるほどってことですかね。ああ、そうかなって。YouTube は楽しくやるってこと、その、教科書に載ってない日本語とか、はい、っていうことですかね。岡田さんはどうですか。僕はやっぱりフォロワーの、その、なんですね、応援。うん、大学を教えてた時はもちろん授業終わったら生徒さんがみんな先生ありがとうございましたと言われたんですけど、それは義務として言われています。でも YouTube として投稿した時にもうありがとうございましたは事前にみんなコメントしてくれるんですね。もう山ほどもらってます。すごく嬉しいことで、多分ビンさんも同じように、はい、なんかお金では変えられない価値観というか。そうですね、はい、なんかアフターコロナの時代にちょっと考えさせられるような内容で、ちょっとお金とは別次元で、ね、活動を行っていくっていうようなことをもうすでにお二方はされているという感じがします。マカラさんは会社経営として YouTuber をされているということですが、はい、両立は大変ですが、どちらか一本は経済面などは厳しいんですか。これ先ほど
ちょっとお答えしていただいたのと被ってしまいますか。どうですかね。会社経営と並行して YouTube、両立は大変ですかということですね。そうですね、はい。大体平日はあの本業のお仕事で、週末は YouTube の活動を、はい、あのそういう時間を配布してます。じゃあもう休みなく、基本的には休みなく。大体そうですね、やっぱり投稿したらもうコメントを見てもやっぱりためられてどんどんやっちゃいますね。コメントなしなら多分もうやめるかもしれないけど、でも投稿したらコメントがある。でもっとこれ教えてほしい、もっとこれ知りたいとか、これ初めて知ってたんですよ先生ありがとうとか、だからもう止められないですね。疲れたりはしないんですか、大丈夫ですか。あ、ごめんなさい。いや、もちろんです。疲れてます。ビームさんどうですか。疲れてます。疲れてます。どうやって、いつ休む時間はあるんですか。休まずに若さで突っ走ってるって感じですか。ないですね、休む時間ない。はないです。ちゃんと、私投稿2週間ぐらい、1回1日使って2週間の投稿を全部設定してます。2週間分の投稿を1日でやっちゃうんですか、はい、むしろ。はい、1週間そうじゃないと毎日やらなきゃいけないので、その他のことできなくなります。なるほど、まとめてその日にやるってことなんですね。はい、やっぱで、ちゃんと、この日、月曜日何にするか、火曜日何にするか、例えば月曜日1日1個、火曜日は動画、水曜日はタイ語講座、木曜日は日本語のスライドとか、ちゃんと自分が決めてます。うん、はい、ありがとうございます。佐伯兵庫さんから、マカラ先生、これコメントですね、佐久間先生も書かれてますが、ぜひ日本人向けのクメール語の紹介動画もお願いいたします。はい、頑張ります。そうですね、先生、他の YouTuber にも言えることだと思いますが、フォロワーにも断る、人気につながる、リクエストに応えるということがやっぱり人気につながるということですね。コメントをいただいてます。SNS の種類によって対象者を想定してコンテンツを作り分けていますかという質問なんですが、ビームさんどうでしょうか。すいません。 SNS の種類によって対象者を想定してコンテンツを作り分けていますか。こうやる活動の種類によってこう対象者を想定しているのかと。はい、例えば、はい、例えば YouTube いいね押してる人は、はい、Facebook いいね押してないかもしれないですね。 YouTube だけ見る、うん、Facebook だけ見る。で、 Facebook はだいたい日本語を勉強している人が多いです。 YouTube は日本に興味ある人が多い、日本語を勉強 してない方もいますので、やっぱ YouTube の方が広くいろんな動画アップできますね、うん、ということですかね。だと思います。マカラさんはでも SNS は1個なんですもんね。そう、基本は Facebook。 基本は Facebook ですもんね。はい、でも Facebook の方はあの文字カードと動画両方、そうですね、YouTube の方は動画しか投稿しません。で、同じものです。私の中にはまあ限界があるので、まあ、要望はすごくありますけど、でもなんか優先順位としてはやっぱりトップ、まあ、Facebook の中にはあのトップファンがいるんですね。それはなんか見られます。そのトップファンのコメントを見て、じゃあその人たちよく見てくれるから、その人たちの要望に合わせてコンテンツを作ることをします。そのトップファンの人たちっていうのは、はい、どんな人たちなんですか。私知ってる限りはあの技能実習生が多いです。一番目はやっぱ、じゃあ技能実習生の方がその日本での本当の教科書とか、はい、みんなの日本語に載っていない、はい、現場で使うふざけんなよっていう言葉が出てきましたけど、はい、そうそうそう、こういうリアルな、はい、日本語っていうのをマカラーさんが
サポートしているというか、教えてくださるっていう考え方、はい、なんか素晴らちょっと感動しちゃいましたけど、素晴らしいです、いろいろコメントが続いてますが、ちょっと飛ばしてコメントは後ほど見させていただいて、質問の方だけ見ていこうと思います。質問がどれだ、結構コメントがいっぱい並んでますが、コメントが本当たくさんいただいていてですね、コメントは後ほど、そう全く目的が違います。ちょっとコメントがたくさんなので、どなたか直接話して質問したいとかコメントしたいという方がいらっしゃれば手を挙げていただければ、手を挙げる、あ、なんか合図をしていただければ、直接お話ししていただいてもいいのかなと思うんですが、どなたか拍手の反応をなんかしていただければと思うんですけど、どなたかなんかこう聞いてみたいとか、せっかくですので何かあったらと思うんですか。今福井家さんから、はい、最後に質問が投稿されました。あ、来ましたね。あ、すみません、お二人は大学生だった頃、やはり大学の先生に先生らしさを求めていましたかっていう質問なんですけど、ビームさんどうでしょうか。私求めてるかもしれないですね。あ、先生らしさっていうのはどういった。先生らしさは、私外見ですかね。外見、はい、外見と何だろう、ちゃんと教える、なんて言うんだろう、ちゃんと教えないと厳しいお言葉ですね。すいません。いえ、大丈夫です。先生らしさ、ちゃんと準備して、もうちゃんと準備して、学生のために適当じゃなくて、はい、適当じゃ、長、もうこの先生今日は流してるなとか適当にやってるなっていう、そうそうそう、はいはい、そういうことです。なかなか私が勉強している先生は、はい、みんなとてもとても丁寧に教えてくれてます。適当な方はいませんでした。素晴らしい先生ばかり。なるほど。マカランさんどうですか、これすごいですね。はい、僕の場合は高校生までは厳しく先生らしさということを意識してました。ああ、もうそういった先生が良かったとか、そうそうそう、姿勢も髪の毛もちゃんととか、言葉遣いも綺麗じゃないと先生らしくないなと思ってました。でも大学に入ったら、うちの大学はカンボジア人の先生と日本人の先生の授業をなんかやってたので、まあ、日本語の先生というすっごいなんか姿勢とか全然違いますね、カンボジア人の先生と。まあ、なんか別の世界に生きているみたいで、同じ先生、同じ大学にいるのに。でそこでやっぱり先生は私がイメージしてたものだけではないと、その時が感じてました。つまり日本人の先生はもうなんかすごく面白い、あ、はい、という感じ。カンボジア人の先生は大体もう硬いんですね、はい、でそこから、あ、違うなって、先生らしいっていうものはもういい、はい、あ、なるほど。大学で日本人のネイティブの先生のこう、はい、アクティブラーニングじゃないですか、影響材とかを使った割とこう、はい、学生とやり取りするような授業を受けて、大衝撃を受けたということです、ね、はいはい、そうですね、はい、これはでも本当どこの海外でも思い当たる節があるんではないかと思います。まだちょっと質問が続きますので、行っていきたいと思います。学んでいた時にはなかった、こんな科目があったらよかったなという授業はありますか？あります。学んでいた時にはなかった、こんな科目があったらよかったなという授業。じ
ゃあマカラさん どうですか。科目と言えるだろうな、言えないだろうなと思いながら、空気、あ、空間、空気、どっちでしょうか、あの空間読めない、あ、空気を読む、うん、空気を読む、はい、そのものはなかなか、ま、なんか習得できないですね。あ、いくら表現を覚えても、え、どういうこと、どういうメッセージを伝えられるかなと、はい、日本語の中には曖昧な表現があるんじゃないでしょうか。そこでどういうふうにあのその意味を捉えるかは難しかったんですね。だから表現だけではなく、その隠しているその意味を教えてもらいたいなとずっと思ってます、はい、でそこで私自身でも知ってる限り、こういう時は日本人はこう思ってて言ってるよっていうことを追加で説明します、ね、でも限界があるんですね、ね、なんかネイティブではないから、はい、それどうでしょうか。ビーム先生はどうですか。え、私の大学かなりいろんな日本語の授業がありますので、もうこれ、この科目あったらよかったなっていうのは、ポップカルチャーとか、ポップカルチャーという授業 あったら、みんなのなんか勉強が楽しいよみたいな気持ちにもっとなるかなと思います。漫画とかアニメとか一緒に見たり、アニメから勉強する日本語とか、歌から一緒に訳してみたり。いわゆる日本文化ではなくてポップカルチャーということですね。はい、日本文化の授業ももともとあったんです。あります。ですよね、日本事情とか日本文化と言われる授業は、はい、でもポップカルチャーあんまりないですね、そのそういう紹介とか。楽しいと思いますので、まあ、本当文化の授業も楽しいんですけど、いろんなことやって、なかなかそれに詳しい日本語教師の先生というのがなかなか限られてしまう かもしれないと思ったんですけど、ありがとうございます、あとはカンボジアの都市部、田舎で教育格差はどれぐらいあるんでしょうかという質問が入ってます。教育って全体のことでしょうか、それとも日本語教育。まあ、全体だと思いますね。まあ、2つ分かれば教えていただけると思います、はい。いや、実は変わらないですね。ちょっと都会と田舎はだいぶあのその差がまだまだあります。はい、特に日本語、あ、差がある。あります、うん、はい、うん。特に日本語教育はすごく差があります。はい、うん、だいたいちょっと地方にはいないですね、日本語教育。学びたい人たちがいないのは多分いないわけないですね。知らないだけ。はい。うん、そこでやっぱオンラインを使って学んでいくっていう可能性はあるんですか。まずはアプローチが必要だと思いますね。先生からも周りの人からもアプローチないと、自分からなんかどういうふうにその日本語と日本に関わる、まあ、きっかけになるかはまずそれですよね。あのカンボジアのメディアでもあまり日本のことをまあ発信されてないというか、大体なんでしょうね、ちょっと国と国の関係のニュースしかないですね。文化とか教育はそんなに発信されてないから、はい、逆にそういったところにこう日本語教育をして何かが変わる可能性っていうのはあるんでしょうか。田舎の方に日本語を教える機会が生まれたら、なんかこうカンボジア自体に何か変わるっていう可能性っていうのはあるんでしょうか。いや、可能性としてやっぱりいろいろあると思います、うん、思うのはやっぱり田舎にいてて情報が、まあ、だいぶ都会の人たちと、まあ、得られるものが差がありすぎて、まあ、職業の話すればやっぱり先生とか医者とかそれ、まあ、農家とかになるしかないですね、10名と聞いたら。でも日本語を手段としてまあちょっと世界とか、まあ、もっともっと今の時代を感じてもらえるだろうなと思います。あ、日本語手段として、はい、私の自身でも新宿にいた時はもう都会といってもかなりなんか
全然情報がそんなになんか得られないんですね。でも日本語を手段として、うん、まあ、日本人ともちろんあの他の外国人も関わる、ことになってますね。今ちょっとなんかちょっと自慢というか誇りになってたのは、日本語、ただ日本語できるだけでもう世界の友達ができるというのはやっぱり特徴だと思います。そうですね、それは、はい、意義深いコメントありがとうございました。そういう日本語を勉強している友達はやっぱり世界中にいるし、今オンラインでそういった人たちとコミュニケーション取れるし、はい、ましてや留学をすると世界中から日本語を勉強する人たちが集まってくるので、はい、そこで、広がる輪と知識も広がっていくっていうのはものすごい可能性が、ただ日本語を覚えるっていうだけじゃない可能性があるということですよね。はい、タイのビーム先生はどうでしょうか。都市部と田舎って可能性ありますか。ちなみにタイの方ちょっと難しい、あ、聞こえてないかな、音が聞こえなくなっちゃった。もしもし。あ、はい。あ、はい、その教育の差ですか。教育の差、田舎とタイ、あ、田舎と都会。タイの場合、かなり違いが大きいですね。あ、インターネットがないところとか。やっぱオンラインは難しい、厳しいですね。オンライン厳しい。あ、オンライン、もうインターネット自体がないので。そうですね。インターネットもないし、携帯もないし、パソコンもない人がかなり田舎のところにはたくさんいると思います。うん、なるほど。なんかすごく考えさせられるような、内容で、そういったところにやっぱオンラインのこうオフラインも難しいですね。オフラインも難しいということですね。はい、そういったことでひょっとしたらまた新たな格差というものが生まれてしまうのかもしれないということをもうちょっと感じられるようなことなんですが、ちょっとお時間になってしまったので、残りの質問の方はあともう、そうですね、あともう3分ぐらいで終わってないといけないので、そうですね、この活躍をお願いしますと。またでもいけるかな、ちょっと限界まで。YouTuber として、有名になったこと、それ以外のメリットにつながることっていうのはありますかと。自分のクラスの学習者が増えるとか。これを最後の質問にしたいと思います。ビーム先生、どうでしょうか。はい、自分のオンラインクラスはこれからやる予定なので、学習者がもともと私のことをしていると思いますので、やっぱり関係あると思います。あとは、お金 YouTube からそんなにもらってないんですけど、スポンサーとかが入ればそれもメリットになってますね。フォロワー20万人は、はい。ま、ちなみにその上の質問、編集とかは自分でやってるんですか。機材とかソフトは自分で買って、自分で買って自分で編集しています。自分で撮って自分で編集して字幕入れて。あー、すごいですね。マカラさんはどうですか。有名になったこと、それ以外のメリット。メリットに関しては、なんでしょうね、フォロワーと楽しいという感じぐらいですね。でもまあ、それが最大のメリットというか、その楽しいっていう気持ちが一番のメリットなんじゃないかと思います。はい、そうですね。ちょっともう時間になってしまったので、残りの質問やコメントっていうのは、後ほどちょっとホームページ上で答えられたら答えるという形で。今日は時間をお開きにしたいかと思います。まあ、まとめに入ります。自分なりに思ったことはやっぱりこう日本語教育っていうのがもう戦後の時代からこう長い時間をかけて作られてきて、で経済発展とともにこういろんなところで日本語教育っていうものが皆さんこう対面して行われてきたことが今2020年になってちょっと新しいフェーズに入ったような気がとても感じました。そうですね、実際学校教育が古いとかオンラインが新しいとかそういったくくりっていうのではなくて、学校教育の良さは学校教育の良さっていうのはマカラさんもビームさんもすごく
ますし、でオンラインの良さ、オンラインの良さっていうのもすごくありますし、やっぱりコロナ時代でいろいろ価値観とか変わっていると思うんですけど、こうオンラインとオフラインっていうものをこう上手に使い分けて、で学校の先生ができることっていうのと、 YouTuber の先生や、そうですね、 YouTuber の先生ができることっていうことが、こう2人で双方向にこうコラボレーションし合ってですね、オンラインとオフライン、学校の先生、 YouTuber っていう方たちがこう協力してですね、まあ、こう壁を壊すっていうじゃないですけど、マカラさんが言ってくれた壁を壊して、こう自由にこう教育っていうものを、していけば、もっとこう素敵な未来かというのは見えてくるんじゃないかなと思います。自分自身もそういったことにこう貢献していけるように、何かやっていきたいなと思いました。ということで、7時になりましたので、今日はちょっと時間が来てしまったので、ここまでで終わりにしてしたいと思います。最後に発表者の2人に拍手の方をお願いいたします。ありがとうございました。素晴らしい発表でした。ありがとうございます。なんかいいね。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、皆さんすみません、ありがとうございました。ごめん、終わっちゃダメ、お知らせがあり、はい、すみません、お時間許さない方はご自由に退出してください。時間になりましたので、すみません、私の方は最後2点だけご案内があります。まず1点目ですが、ですね、本日のこの研究例会についてのアンケートのリンクを今チャットボックスに送りますので、よろしければぜひご協力いただければと思います。すいません、今私ずっとミュートになってましたね。今、オンライン上でこう、オンライン授業のやり方についてだったりとか、こう Zoom の使い方などについてのワークショップや、勉強会などをたくさんいろんなところで開かれていると思うんですね。で今回、まあ私どもの学会ではちょっと、まあ視点を変えて、例えばその佐久間さんの事務方 の、 そのオンライン授業始まる前までに、裏方でどんな作業や苦労があったのかっていうところをお話しいただけたっていうことと、第2部では、この、まあ、新型コロナの問題が始まる前から、このいろんな SNS を活用して、そのオンラインで、学習者とつながるっていう活動をもうずっと以前から活動されて活躍されている、まあ、ビームさんとマカラさんにお話を、いただきました。で今回たくさんの方にご参加いただいて、しかもこの3時間という長い時間ですね、お付き合いくださいまして本当に皆さんありがとうございました。週末のお時間ではありますが、少しでもこう皆さんがなんかこう楽しんでいただける時間になってくれたら嬉しく思います。そして、じゃあアンケートぜひお願いしますね。そして最後に、私ども当学会のですね、代表であります佐久間勝彦さんの方から、できましたら一言いただきたいと思うんですが、佐久間さんいらっしゃいますか？あれ、いない。佐久間さん聞こえませんか？あ、聞こえます。これ指示で切れちゃうんじゃないんですね。少し喋っても大丈夫なんですか？大丈夫です。はい。とにかく懐かしい専門家の方々の顔が画面に並んだりですね。まあ少し大げさに言えば、後期高齢者の私にはこの3時間ってなんか SF の世界を覗いてるようでした。非常に良かったです。で、専門家の佐久間さん、授業前もって拝見してたのを見ましたらね、授業を行う講師陣は職場に集まることもできず、初めて使うビデオ会議システムの練習を通信環境の悪い自宅で行わなければならない。これ
大変だろうと思って、本当にあの僕も生まれて初めて今 Zoom で授業をやっててもう身につまされました。ところが、今日の話を伺ってみたら大変なご苦労をなさって非常に良いお仕事をなさっているので敬意を表したいと思いました。あの専門家として本当にいいお仕事をなさってるなとつくづく思いました。それからあのこの全体ですけれどもこのオンラインの研究例会これだけ規模の大きいものは今回初めてなんですけども皆さん慣れてるんだなと思ってあのうっとりとして眺めてました。チャットの使い方とかなんかみんな非常にあの見事だなと思いました。それからあのビームさんとマカラさんこれ間違いなくこれは最新の最先端の日本教育の一つのあり方だろうと、実感しました。あのビームさんのフォロワーが、その50万人とかですねこの裾野の広がりっていうのは全く新しい時代を感じます。私が50年近く日本教育に関わってきましてね一体何人の外国人の学習者に出会ったんだろうかって考えるとこれは発想の転換が求められるんだろうと今までのような古臭い考え方だけで日本教育に向き合ってたんではいけないんじゃないかとつくづく思いました。それからマッカラさんのですね今まで の, その先生らしさを破るというこの一言は非常に大きい。でこれはあの今日のこれを見ていても感じますけどももう私たちはその従来の日本語教育の既成概念を破らなきゃいけないというそういうような、ことを突きつけられたような感じがします。従来のただあの従来の日本教育の中にいて、既得権を持っている人たちの平和の守りは固いですからこういう問題がそう簡単にスムーズにいかないというのが昔からのよくあることで、これからが非常に重要なんだなと思います。それからあの今日の話を伺ってましてねビームさんやそのマッカラさんの話特にそうですけども教室で学ぶ日本語学習者の数とかですね N4 とか N3 を持ってる人の数とか教師の数が何人とかでそういうことだけに注目して考えてきた従来の、日本教育の数字を重視した考え方そのものをやはり壊していかなければいけない。でそれはですねあの、私も何かに書いたり喋ったことがあるんですけども南米なんかでですね2年間かけてもいわゆる日本教育の狭い常識の中で初級も終わらないそれを趣味程度だとかお遊びとしか考えられないような古いタイプの日本語教育の専門家私たちがいます。国際交流基金のホームページなんかでもそのような記述があったことがありますし今もあるかもしれません。でやはりあの政治や経済の指導者たちっていうのはどこの国でもそうですけども安心できる拠り所として数字が好きな時代がやはり続いている。で数値化できることを大切にするというある種の信仰みたいなもんですね。でもこれはね頑張っていかなきゃいけないのは100年後とか200年後の歴史家とか思想史の専門家が書くかもしれません。人類というのは20世紀とか21世紀の前半は数値化できることしか関心がなかったとそれしか判断材料を持ってなかった不幸な時代だったと。やはりあの SNS なんかを利用して、マッカラさんとかビームさんが実践しているような日本教育というのはなんかこれからのですね外国を学ぶことの意味とか楽しさとかそれから、それは文化とか芸術はみんなそうかもしれないけれどもそういうものを私たちに教えてくれてるような感じがします。ですから今あの申し上げているようなことっていうのは、数字中心のことっていうのは日本教育調査なんかでは表面に今出てこない問題ですね。だけども実際に学習者の近くにいる私たちはそういう、公的機関が行うような調査なんかに出てくるものだけを大事にしていたんでは仕事にならないだろうと思います。まあ、オンラインがであの分かったことっていうのは大きいし、これであのその財産っていうんですか今のこの、異常な事態が収束して終わったとしてもですね、こんなことができたんだとか今までできないと思ってたことができたんだというその財産がですね
今後にやっぱり生かされていくだろうし、生かされて生かしていかなきゃいけない。で、今までのコミュニケーション、今までの日本教育っていうものを変えていく力になるだろうと思ってます。今まで気づかなかったもの、しかし今まで諦めていた日本語学習者が諦めなくてもいいんだっていうことが分かったり、まあ、遠くに住んでるとか経済的な問題とか、でそういうことを考えると、これから大切にしていかなきゃいけない可能性というものを、見ていく必要があるだろうと思います。もう一つはですね、この異常な事態が終わったら平常化といいますか、普通元通りに戻る、全く従来の日本教育に戻ればいいというような、まあ、そういうふうに考えている人はいないだろうと思いますけども、さっきビームさんやマッカラーさん、それから医師会の新井さんなんかもちゃんと、その辺を抑えてくださいましたけども、そういう SNS を使ってやってらっしゃる方々でもですね、教室授業がなくなるわけじゃない、そして教室じゃなければできないこと、逆に言うと今まで教室じゃなくてもできることをやりながら授業料を取ってたような、そういう古いタイプの日本教師がですね、本当に教室に足を運んでくれなければできないようなことを本当に大切にしなければお金を取っちゃいけないっていうような反省材料になったらいいと思うんですね。今まで、まあ、昔の大学なんかもそういうところありました。古いノートをただ読んでればいいと、学生が聞いていても聞いていなくてもいいと、そういうような古いタイプの教育っていうものを早く壊していかなければいけない、まあ、そういうようなことを考えていました。私は非常に一昔前の古い人間ですから、いずれにしてもどちらか一方、オンラインだけでいいんだとか、いや教室だけでいいんだというような考え方がを受け入れることができないというのは当然ですけども、今日は非常に刺激的でした。お二人、それから、佐久間さんがなさっているようなそういう活動、非常に価値があって、これから それを発展させていかなきゃいけないことがいっぱいあるだろうと。ただ最後に気になったのはですね、ビームさんやマッカラさんが最後におっしゃったんですけども、これではこんなに価値のあることをやってても経済的な生活としては成り立たないということです。これは非常に重い現実です。でこれもですね、日本教育に関係する人たちがみんなでこれから考えていかなければいけない重要な現実だと思います。私などは今何もできなくてモラルサポートしかできませんけども、これをですね、やっぱり私たちの学会関係者もそうですけども、やっぱりみんな自分のことじゃないからどうでもいいというふうに考えたら、やっぱり何も進まないだろうと思うんで、私たちみんなで共有していくべき課題だろうと思います。それから、このオンラインだけでどうにもならないってことは、人間という生き物がやっぱり仲の良い人がそばにいたいとかですね、対面して顔の色や目の表情なんかを味わいながら交流したいっていうことを求める本能といいますか、習性っていうものを持ってますから、やっぱりそういうような要素っていうのは、これからこれだけ不自由な時代時間を過ごすとですね、もっともっと逆に価値があるものとして浮かび上がってくるんじゃないだろうという感じがしました。ですからそういう意味で今回の実践から得られるものはいろんな面を持ってて、今日は非常に刺激的な時間でした。本当に懐かしい方々の専門家の方々の顔を拝見したり、それから外国人の方々の発表や、それから、基金の現専門家の佐久間さんのお話を伺ったり、とにかく充実した3時間をどうも本当にありがとうございました。長くなりました。皆さん本当にお疲れ様でした。これからもどうぞよろしくお願いいたします。失礼します。佐久間さん、ありがとうございました。あとじゃあ最後に2部司会の新井さん、それから矢部さんから何かありますでしょうか。いや、私からはもう十分です。ありがとうございました。皆様。では、最後に本日ですね、この3時間長丁場の、Zoom のホストを担当してくださった村上さんにも一言お礼を申し上げたいと思います。中身さん、ありがとうございました。こちらこそ皆さんご参加ありがとうございました。すみません。それでは15分ほど過ぎてしまいましたが、これにて2020年度、第1回
海外日本語教育学会研究例会を終わりにしたいと思います。あ、皆さんアンケートお願いします。はい、それでは、皆さん本日は本当にご参加いただきありがとうございました。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 ありがとうございます。ありがとうございました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 。マッカラさんお疲れ様。うん、お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。先生ありがとうございます。ありがとうございます。終わったです。あとで学校で会いましょう。そうか、まだ大学来ちゃいけないんだよ。でしょうね。またコロナが落ち着いたら。はい、じゃあね、さよなら。ありがとうございます。さよなら。